ベーションリーグ2021デモデーにお越しいただき誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます今今やと申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日のプログラムについてご案内させていただきますので、どうぞスクリーンをご覧ください。まずはスポーツテック東京プログラムオーナー中島文彦より本日のデモデーについてご説明いたします。続いて主催者挨拶といたしまして、スポーツ庁串田利美次長よりご挨拶をさせていただきます。そして17時45分よりイノベーションリーグアクセラレーションピッチと、さらに18時55分からはイノベーションリーグコンテスト贈賞式を行います。その後フォトセッションを挟みまして、皆様に交流を深めていただくネットワーキングの時間もご用意しております。なお進行の都合上、各プログラムの時間は変更となる可能性がございますことをご了承ください。皆様本日は短い時間ではございますが、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに、本プログラムをスポーツ庁とともに主催いたしますスポーツテック東京プログラムオーナーの電通チーフ事業開発ディレクター中島文彦より、当デモデーの趣旨をご説明させていただきます。中島さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、イノベーションリングデモデーにようこそ、スポーツテック東京の中島です。本日リアルで皆さんにお会いできること本当に楽しみです。この後の、デモでも楽しみにしてください。それではちょっとこちらの趣旨説明ということでお話しさせてください。スポーツ庁さんと我々で一緒にこのチームをやっているんですけれど、スポーツテック東京とはですね、ご存じない方にご説明させていただきください。電通のですね、スポーツテックを軸とした事業開発のプログラムとなっています。さまざまな DX ですとかプロダクト開発等々をやっているチームで、さまざまなことを発信するプラットフォームを目指しています。イノベーションリーグ、今回がですね、2回目の開催となります。スポーツの拡張、スポーツビジネスの拡張を目指すスポーツオープンイノベーションプラットフォームとしての、展開を図っていく一環となっています。プログラムとしてはアクセラレーションとコンテストということで、この後のさまざまな、プレゼンテーション、ピッチ等をお楽しみください。先ほどの映像にもあったかと思うんですけれど、我々こういったあの心持ちでやっています。さまざまな逆境の中でスポーツを革新していく、スポーツビジネスを展開していく、まあ、そういった皆様、意思の集まりがここに来ている皆様だと思っております。さまざまな社会実装ですとか社会課題の改革、解決につながっていくものを取り組んでいきたいと思っています。昨年度の振り返りなんですけど、昨年の映像にもあったように、昨年度はバレーボール協会さんおよび 3x3.exe プレミアのマッチアップして行いました。こういった5チームとやりまして、すでに新しい事業展開、あるいは上場、あるいは海外展開に向かうチームが輩出してきているということを、我々の運営チームとしても大変嬉しく思っています。そしてコンテスト、こちらもですね、オープンイノベーションを体現するようなもの、社会課題に取り組むようなものを称えることができたことも嬉しく思っています。イノベーションリーグの2021年、改めてですね、熱いモメンタムを持ってスポーツとスポーツビジネスを拡張していく、スポーツオープンイノベーションプラットフォームになっていく、こちらを目指して取り組んできました。アクセラレーションではですね、本年はジャパンサイクルリングさん、日本フェンシング協会さんと、マッチアップすることで、ここにいらっしゃる、5チームのですね、有望な、テクノロジーを持つ、変革を求めるチームと、取り組んでまいりました。さまざまな有力なメンターの皆さん、ソニーミュージックさんをはじめとする有力なサポーター陣の皆さん、と取り組んでみました。でコンテストについては、ここにあるオープンイノベーションリング大賞から、そして3つの賞を称えるために、非常に有力な経験あふれるですね、スポーツ界、実業界、等々の皆さんと、選定することができました。こちらの4プロジェクトが、輝いたチームになります。イノベーションリーグはですね、こういったさまざま、ここにまさにいらっしゃる皆様、そしてスタートアップ、企業、団体、プロジェクトと連携される皆様、メンター、審査人、スポンサー、サポーター、インキュベーター、それらと一緒になって、この拡張、さまざまな変革を目指していくものをやっていきたいと思っています。多様な方々と共に進めていきたいと思います。デモデーのスタートです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
中島さん、ありがとうございました。続きまして、スポーツ庁串田利美次長よりご挨拶を頂戴いたします。串田次長、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきましたスポーツ庁次長の串田でございます。主催者を代表して一言ご挨拶申し上げたいと思います。東京オリンピックパラリンピックに続きまして、先月開催されました北京冬季オリンピックにおきましても、我が国選手の活躍は目立ちました。冬のオリンピックで最多となります18のメダルを獲得しました。また昨日閉幕いたしましたパラリンピック大会におきましても、メダル数は金4つを含みます合計7個となりまして、ウクライナにおきまして緊迫化している国際状況の中ではございましたが、多くの国民にスポーツの感動を届けることができたのではないかと思っております。さて、今回が2回目となります本日のスポーツオープンイノベーションの取り組みでございますけれども、スポーツ界と産業の融合を促進するということで、世の中に新たな価値や産業を生み出すといったことを目指しているというものでございます。具体的には新事業の創出を支援いたしますアクセラレーションプログラムと、全国各地の取り組みの中から特に先進的な事例を表彰いたしますコンテストから表彰されて構成されております。まずアクセラレーションにおきましては、日本フェンシング協会とジャパンサイクルリーグが企業4社とともにイベント体験価値の向上やアスリートのバイタルデータの活用などの事業に取り組みました。本日は当初の事業アイデアを約4ヶ月にわたりましてメンタリングや実証でブラッシュアップしてきたその成果を発表いたしますので、ご期待いただければと思います。またコンテストにおきましては約80件の応募の中から4件の取り組みを選出いたしました。本日はそれぞれの取り組みの概要を説明いたしますとともに、受賞案件の表彰を行いますので注目いただければと思います。スポーツオープンイノベーションの取り組みは今年度から地域版といたしまして、北海道、関西、中国、そして沖縄の4地域でも事業を進めておりますが、全国版として実施いたします本日の取り組みには日本全国から関係者や聴衆の皆さん300人近くが会場に集まっていただくというふうに聞いております。またスポーツ庁におきましては今月下旬ですけれども、今後5年間にわたりますスポーツ施策を取りまとめました第3期のスポーツ基本計画を策定いたしまして公表する予定になっております。その中でもこのスポーツオープンイノベーションの取り組みはスポーツの成長産業のための中核的な施策と位置づけております。本日の取り組みがスポーツの成長産業化に向けた大きな弾みとなりまして、スポーツ界を核に我が国経済が今後一層盛り上がる契機となることを記念いたしまして、私からのご挨拶といたします。ありがとうございました。串田次長、ありがとうございました。続いてアクセラレーションピッチを行わせていただきます。アクセラレーションピッチの進行はスポーツテック東京より電通プロデューサー大曽根にて行わせていただきます。それでは大曽根さん、よろしくお願いいたします。はい、スポーツテック東京の大曽根です。よろしくお願いいたします。私からはアクセラレーションプログラムの、説明をさせていただきます。今中島もしくは串田さんがご説明いただいたことを一部重複する部分もございますが、改めてスライドを使いまして、今日主役であるピッチに入る前にちょっとアクセラレーションプログラムの概要をご説明させていただきます。はい、こちらアクセラレーションの全体像となっております。本年度のイノベーションリーグアクセラレーションには実証の場の提供競争のパートナーとして日本フェンシング協会さん、そしてジャパンサイクルリーグさんに入っていただいております。両競技団体が設定したテーマに対して各企業様にご応募いただいて、採択された企業と競技団体とで競争実証といったものを進めてきています。
で両者をつなぐ形で、スポーツ庁様とともに我々スポーツテック東京が事務局として、運営プロデュースを行っているという形になっております。そして下に書いておりますが、スポンサーサポーター企業またはメンターの方々にこの実証といったところを力強くサポートいただく、そういった全体構造となっています。スポンサー企業としましては昨年度に引き続きソニーミュージックエンターテインメント様に、スポーツライブエンタメの数多くの知見を持っているソニーエンタミュージック様にプログラム全体を応援いただきました。その他サポーター企業としてご覧いただいている11のさまざまな領域の企業の方々にサポートいただいております。そしてメンターの方々です。こちらも本当に非常に経験豊富な強力な方々にスポーツ領域 VC 事業会社そしてクリエイティブ PR の領域とさまざまな方にバックアップいただいております。こんな体制でアクセラレーションプログラム推進してきております。実際今これ今映しているスライドがプログラムの全体のスケジュールとなっております。昨年の夏より約8ヶ月間プログラムを進めてまいりました。7月にテーマを発表し公募審査という期間を経て実際採択企業が決まった後は11月のキックオフから約4ヶ月間ミートアップのイベントなども経て実証競争といった期間を過ごしてきております。そして本日がその成果発表デモデイの場となっております。はい、競技団体2つの競技団体からの課題テーマはこちらになっております。ジャパンサイクルリーグ様からは自転車ロードレースの魅力といったものを現状アスリート層にしか伝わりにくいそういう状況に対して自転車競技をもっと語って楽しくするそういったテーマで募集しております。で一方フェンシング協会様はこれまでフェンシングビジュアライズなど先進的な取り組みこういったものをすごく行っている協会でございますが、それに限らずとどまらずフェンシングの深い魅力といったものを多くの人に面白く伝えていくそういったことを課題テーマとしてセッティングいただいております。でこのテーマに対して7月から募集をかけまして、書類選考を経た13社の方々に最後競技団体に面談も行っていただいて5社の企業を採択するというそういった流れになっております。実際先ほども出てきましたが採択された企業としてはここにお寄せさせていただいているイベント体験をプロデュースしている休日ハックさん、あとは運動中の汗から含まれる乳酸値を測定する技術といったものを開発しているグレースイメージング様、そしてチアフォンという試合会場でチームとファンをつなぐ音声配信プラットフォームを提供しているパナソニックさん、でブロックチェーン技術を利用したトークン発行型のクラウドファンディングプラットフォームを提供しているフィナンシェさん、そしてアーティストとかスポーツチームなどファンクラブサービスをベースとした多様なサービスを展開しているファンプラス様、この5社となっております。実際この5社が休日ハックさん、グレイスイメージングさん、パナソニックさん、フィナンシェさんは JCL さんと、そしてファンプラスさんは日本フェンシング協会さんとタッグを組んで実証を進めてきております。で競技団体、採択企業そして事務局とともに、その実証の期間各プログラムを伴走してきたものとしてインキュベーターといったものを、チームに加えております。休日ハックには、タグネスの高橋さん、グレースイメージングには寺田さん、パナソニックさんには広畑さん、フィナンシェには近藤さん、ファンプラスにはミブさん、それぞれがチームになって5つのチームになりこの5ヶ月間実証を進めてまいりました。実際具体的にやってきたことですが3つ書いておりますが、まずはほぼ習字をベースにして行われた定例ミーティング、こうしたコロナ禍なのでリモートミーティングみたいなのが多くなりましたが、あとはスラックなどのコミュニケーションツールを使いながら密にやり取りを進めてもらい、必要であればワークショップとかそういったことも積極的に取り組んでいただきました。あとは先ほどご紹介したメンター陣からの都度のメンタリングであったり講義形式のスペシャルメンタリングなども行ってきております。実際採択されて以降のちょっと写真で振り返っていきたいと思います。キックオフイベントは先ほどサポーター企業でもありました CIC 東京さんに場所をご提供いただき、まずここで最初の議論ディスカッションみたいなものをキックオフでさせていただきました。でその後12月にはネットワーキングイベントで、2つのセッションを設けながらここでも有益な意見交換ディスカッションを行ってもらっております。
い、でスペシャルメンタリング、ここはスペシャルメンタリング、メンタリングとありますが、スペシャルメンタリングの様子、リモートで全て開催したんですけども4つ、開催しています。スポーツビジネス概論総論といったところです。プロボの荒木さんに、またスポーツ領域のビジネス POC 塾の突破方法といったところで、プラクサクスインキュベーションの平地さんに、そして、電通の古川さんよりはコーポレートブランディングの重要性、大切さについて、でグロースキャピタルパートナーの高宮さん、アーキタイプの中島さんには、事業開発全般についての、講義を行っていただきました。でその後この後のプレゼンテーションの場でも皆さんピッチでご説明するので詳細は割愛いたしますが、実際のレースのエキシビジョンの場であるとか、大学の測定もしくはグループインタビューなど様々な形で実証を行っていただいております。はい、これが以上がちょっとアクセラレーションの全体の流れ概要の説明となります。でここからちょっとピッチの流れについてご説明させていただきます。この後、両競技団体から今回のアクセラレーションの課題であったりとか、活動の総括のようなものを行っていただきます。でその後、各採択企業様により5分間のピッチを行い、それに対して約2分程度で競技団体様からコメントをいただくといった形の流れをとっています。ちょっとここでなので競技団体の皆さん4名の皆様をちょっとご紹介させていただきたいと思います。まず一般社団法人ジャパンサイクルリーグ発起人チェアマンであられます片山右京さんです。はい、同じくジャパンサイクルリーグ発起人理事長であられます犬伏正弘さんです。はい、そして公益社団法人日本フェンシング協会マーケティング戦略プロデューサーの朝倉由紀さんです。同じく公益社団法人日本フェンシング協会パートナーシップマーケティング担当の野口雄大さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。その、ピッチ競技団体さんのコメント後に、タイトル授与といった流れで進めさせていただいております。このタイトル授与に関してはプレゼンターをスポーツ庁の室伏広治長官に行っていただきます。よろしくお願いいたします。あ、すいません。はい、では早速アクセラレーションのピッチに入っていければと思います。先ほどご紹介した各競技団体様に今回の課題や活動の総括をご説明いただければというふうに思っております。まずはジャパンサイクルリーグ発起人理事長であります犬伏さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、ジャパンサイクルリーグ代表理事の犬伏と申します。よろしくお願いいたします。今回我々はですね、ちょっと欲張りでこういった形で4つ の団体様と提携をさせていただいて、いろいろなプランを作らせていただきました。はっきり言うとですね、非常に興奮するような革新的な内容っていうのができていまして、この場のピッチでも皆さんに共有できるっていうのは大変嬉しく思っております。我々の課題としましては、自転車競技すごく戦略的で奥が深いんですが、見るとですね、なんかこう自転車でガーッと速いなっていうぐらいしか感じられないというところで、今回はその選手のバイタルデータ、あとはその機材にフォーカスしたところ、それからファンコミュニティってこの3つの分野をですね、4社さんと提携させていただいて、そこをもっと魅力的に伝えるというようなことをやらせていただいています。で我々の一番上にもですね、モストイノベーティブリーグへの挑戦というふうにあるんですが、我々思っていますのは、ちょっと看板が取れましたけど、ちょっとイノベーティブなことをね、やっていくわけですけれども、すいません。自転車競技、競技ってものはそれ自体では非常に素晴らしいというふうには思っているんですが、我々その素晴らしさをただ伝えてみんな感動してくれっていうことだけではなくて、その競技と社会がいかに接点を持って共に発展していくか、そこにイノベーションがあるべきだというふうに私たちは強く思っています。ですので我々は競技をただ伝えるだけではなくて、そこで関わってくださって皆さん、企業の皆さん、革新的な技術知恵を持っている方々と組んで社会に価値を提供していくと、そこが非常に大きなポイントだというふうに思っていますので、モストイノベーション
デーティブリーグと我々も少し言葉をパクらせていただいてですねこのような形でやらせていただいています。本当に今日は楽しみにしております。よろしくお願いします。井上さん、ありがとうございました。ご講談ください。ありがとうございます。続いて日本フェンシング協会よりパートナーシップマーケティング担当の野口雄大さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。日本フェンシング協会の野口と申します。まずですね、このような機会をいただけたこと、そしてこの機会を通じて日本フェンシング協会が抱える課題にですねファンプラス様と一緒に取り組めたことについて協会を代表してですねまず感謝申し上げます。ありがとうございます。日本フェンシング協会では本プログラムに参加するにあたり、これまで我々がこう取り組んできたフェンシングビジュアライズドなどのこういった取り組みだけでなく、これらに限らずさらに広く多くの取り組みができればというふうに考えておりました。でそれを通じてフェンシングの魅力というものをこれまで届けられなかった人たちにも届けたいというふうな思いを持っておりました。そして我々としてですねいくつかのテーマを設定させていただいてはおりましたが、その中で特に高いプライオリティを置いていたフェンシングファンとのエンゲージメントを深めるアプローチ開発、こちらについてファンプラス様と一緒に取り組みを行った次第でございます。で今回そういった取り組みの中で限られた時間ではありましたが、ファンサイト構築に向けてまたそのファンサイト構築に関する多くの経験をお持ちのファンプラスさんならではの知見であったり、またグループインタビューを通じて多くの方々からいただいたご意見、こういったものを通じて我々としては今後どういうプラットフォームを作るべきかという方向性などが見えたかというふうに考えております。で最後に今回のアクセラレーションプログラムにご協力いただいた皆様に改めてではございますが感謝申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。野口さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは早速アクセラレーションピッチを行っていただきましょう。まずは株式会社休日ハックです。それでは休日ハックの田中和樹さんおよびインキュベーターを務められました高橋大さんにご登場いただきます。田中さん、高橋さん、よろしくお願いします。こんにちは。電通のインキュベーターを務めました高橋と申します。休日ハックさん、田中社長を含めチームの皆様と、この期間ご一緒しましたけれども、非常に休日ハックさんと一緒にご一緒させていただいた時間はイノベーションとは何か、その大それたそのテクノロジーというものがその、まあ、世界を変えるというのは、まあ容易に想像できるかなと思うんですけれども、田中さんのその思いだとかその心をつかんで人を動かすところへの、まあ、執着というか粘り強さというか、そこの理念の部分に関して非常に私は感銘を受けました。なのでそのプロセスの部分、非常にこの休日ハックさんは面白い取り組みを今後されていくと思いますので、ご期待いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。プレゼンの準備できたら高橋さん、じゃあこちらにお越しください。はい、はい、それではピッチの準備が整ったようなので早速始められればと思います。それでは早速始めます。時間は5分となります。田中さん、よろしくお願いいたします。はい、高橋さん、ご紹介ありがとうございます。皆さん、はじめまして、株式会社休日ハックの田中と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、まず最初にですね、私たちのサービスについてご説明させていただきます。私たちは大きく2つの事業を展開しておりまして、1つ目がですね、休日ハックというお客様の休日を勝手に決めてしまうという、まあ、今までいなかったサービスと、あとはもう1つはですね、おうちハックという、まあ、お客様のご自宅に、まあ、勝手にですね、まあ、体験キットをお届けするサービスの2つを、事業展開しております。どちらもですね、まあ、お客様自身では選ばないような、まあ、体験を、まあ、サプライズでお届けするというようなところがポイントとなっております。
まあ、お客様がですね、まあ、考えてもいないような、まあ、体験をお届けすることによって、行動変容を促し、まあ、思いがけない出会いであったりだとか、まあ、きっかけを、提供するサービスを、推進しております。まあ、どのような行動変容を起こしているかというと、次のようになります。こちらの図なんですけども、お客様がですね、まあ、いつもの散歩やショッピングをいつも通り歩くと、まあ、そのまま終わってしまうと。しかしながら私たちのような、まあ、勝手に提供されるというような、まあ、設定を加えるだけで、もう申し込んだ瞬間からワクワクドキドキの体験がスタートします。さらにですね、ミッションやルールといったものを加えると、まあ、ゲームに変わるということを私たちは考えております。まあ、このようにお客様の行動変容をですね、まあ、面白おかしく変えていくようなサービスを推進しております。まあ、本日ですね、まあ、採択企業の皆様はいわゆるテック企業と呼ばれていると思うんですけれども、まあ、私たち自身テック企業と考えてなくて、まあ、ハック企業であると、まあ、自分たちで、言っております。まあ、今回のイノベーションリーグでもですね、まあ、感染体験をどのようにアップデートするかというところを、お取り組みを実施いたしました。JCL 様とのお取り組みをご説明いたします。まあ、地域そのものがですね、まあ、スタジアムになるためには、どのようにすればよいかというところを考えました。まずは2月の12日ですね、横浜のエキシビジョンレースがございましたので、まあ、そこで実証実験を行いました。この地域そのものがスタジアムになるために、まあ、どのようなポイントを押さえるべきかと考えたときに、まあ、何よりも欠かせないのが選手の躍動です。そして会場の熱気、そして地域の魅力を発信することが重要なんじゃないかと考えました。休日ハック社はですね、まあ、会場の熱気と地域の魅力をどうやって発信するかを考えていきました。まあ、お取り組みの中で重要視した点はこちらの3つです。1つ目に、その感染体験の一体感を出すこと、そして2つ目に、まあ、空き時間でも楽しんでいただくこと、そして3つ目、地域の魅力を発信すること、そして最後にですね、忘れてはならないのが、まあ、こういったコロナ禍でも楽しめるような体験設計にするべきであると私たちは考えました。そして今回のお取り組みでご提案させていただいた内容がこちらでございます。まあ、応援グッズ×地域の体験型ミッションで感染体験をアップデートしようと考えました。まあ、地域、現場でですね、この応援ボードを、お渡しすることによってですね、まあ、半強制的に、まあ、感染体験を提供すると、さらには、そこに地域の体験型ミッションを同時に提供することで、ゲーム性を付け加えました。こちらが、応援ボードになります。広げるとですね、 A3 以上の、かなり大きなサイズになります。また実はですね、こちら赤い部分に、まあ、JCL というようなアルファベットもちょっと隠されておりますので、皆さん見てみてください。そして裏面に体験型ミッションを載せております。具体的にはですね、まあ、ご当地ミッションであれば、まあ、前回の実証実験が、まあ、横浜の赤レンガ倉庫でしたので、向かって左側の赤いレンガだけを読むと答えになったりだとか、まあ、誘引パネルを使ったその場所に行ってミッションをクリアしていただくようなものも用意いたしました。こちらが実証実験の結果です。まあ、合計1000名の来場者に対して、まあ、600枚お配りすることができました。またミッションの回答者数もですね、まあ、諸々の課題はあるものの、まあ、一定のお客様にお楽しみいただけたというような結果になりました。こちらが当日の写真です。まあ、レース中はですね、まあ、応援グッズとして活用いただき、まあ、レースの間で謎解きミッションをお楽しみいただきました。総括です。まあ、実証実験を通じてですね、まあ、様々な問題点や課題が見つかりましたが、まあ、今回のご当地型ミッションのによるですね、感染体験のアップデート、行動変容は、まあ、ミドル層およびライト層に非常に有効であると分かりました。またファン層に関してはですね、まあ、今後のお取り組みとさせていただきたいと考えております。最後にですね、まあ、今後に関してなんですけども、まあ、今回の実証実験で掴んだ手応えをですね、まあ、横展開していくとともにですね、まあ、セカンドステップとしては、まあ、レース会場に足を運んでいなくても楽しんでいただけるような体験設計であったりだとか、まあ、レース前日であったりだとか、まあ、後日にも楽しんでいただけるような施策をですね、まあ、JCL 様と共同で考えていきながら、まあ、中長期でお取り組みをしていき、まあ、ノルウェースの発展に貢献したいと考えております。以上です。ご清聴ありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。私も実際に会場で体験して、やっぱりこれ面白くて、それが会場をこうぐるぐる回遊することにもつながるというのはすごく面白いなというふうに思っておりました。それでは競技団体の方にお話を聞いてみましょう。ジャパンサイクルリーグの犬伏さん、いかがでしょうか。ピッチャー、ありがとうございます。私もですね、会場で体験させていただいて非常に楽しい体験をしました。で、さっきシャレが聞いてて、我々はテック企業じゃなくてハック企業ですっていうのがすごくいいなというふうに思いまして、まあ、実際そのスポーツの現場に行くと大体もうすでにハックされた状態で来てると思うんですが、我々の場合はよく分析していただいた通りですね、レース会場が街なんで、
ハックされてないでなんとなくフラッと来た人っているんですよ。その人たちを、まあ、ある意味こう強制的にじゃないですけどハックしてスポーツ脳に切り替えるみたいな、なんかそういう取り組みをやられてるってのはすごく面白いなっていうふうに思っていまして、我々やっぱりそのレースをの会場に来てその興奮をいかに味わうか、そこにどういうエクスペリエンスを作っていくかって非常に大事だと思っていまして、まあ普通の道でやってるものをいかに熱気を生むかって結構課題だったので、非常にあのハリセンあれでみんなあのバチ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 やってて音も出てすごく面白かったので、すごいあの勉強させられたなって我々も思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ地域性掛け合わせることで他のスポーツにもすごくいろいろ示唆が富む内容だったのかなではないかなというふうに思います。ありがとうございます。すいません、ごめんなさい、見失いました、すいません。あ、そうですね、はい、すいません、はい、それでは、ありがとうございました。それではタイトル授与に移りたいと思います。まずは、本タイトルについての解説を、スポーツ庁坂本博美参事官補佐に行っていただきます。それでは坂本さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、タイトルの解説をさせていただきます。株式会社休日ハック様は会場における地域と連携した体験企画を通じて来場者の体験価値アップデートにチャレンジをいたしました。ファンと地域との関係性をアップデートし、スポーツの新しい楽しみ方を提案、ジャパンサイクルリーグさんの顧客体験の価値向上に貢献いたしました。よってエクスペリエンスコーディネーターとしてタイトルを授与いたします。坂本さん、ありがとうございます。続いてタイトル授与を行わせていただきたいと思います。室伏長官、どうぞステージへお願いいたします。そして、ピッチをいただいた田中さんもどうぞ中央の方によろしくお願いします。はい、それではまずトロフィーの授与です。室伏長官、よろしくお願いいたします。続いて、タイトルパネルを授与させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、お写真撮影させていただきますのでそのままお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは、ご講談ください。ありがとうございます。ありがとうございます。それではご講談ください。田中さん、高橋さん、ありがとうございました。はい、それでは続いてアクセラレーションピッチを続けてまいります。次は株式会社グレースイメージングです。グレースイメージングの中島大輔さんおよびインキュベーターを務められました寺田正樹さん、ご登場いただきます。中島さん、寺田さん、よろしくお願いします。私、電通の寺田と申します。よろしくお願いします。約3ヶ月間あのグレースイメージングさんと伴走させていただいていて、嬉しかったことが一つあります。あの実証をこの2月にあの慶応大学でやったんですけども、ちょっと後ほどまた中島さんからあのご説明あると思うんですけど、その実証の結果が、めちゃくちゃ良かったと。中島さんからのこれはチャンピオンデータっていう言葉があの出てきたんですけど、すごく興奮されていて、その時ですね。で、私ちょっと実証立ち会えなかったんですけど、すごいデータが出たんだなっていうのはすごくあのこの自分が伴走した中ですごく良かったかなというふうには思っています。多分この実証っていうのは多分今回スタートだと思うので、そのデータを起点にまた JCS さんを含めて何か新しい事業が生まれればいいなというふうに思っています。というところでよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、寺田さん、ありがとうございます。こちらお越しください。それではピッチの準備ができたようなのでピッチを始めさせていきましょう。発表時間5分となります。中島さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。株式会社グレースイメージングです。今日たくさんお出ししたいデータあるのでちょっと早口ですがご容赦ください。我々は世界初の連続的に合わせの乳酸を計測できるデバイスを用いた新しいスポーツコンディショニングを提案します。こちらが我々のコアテクノロジーです。この先の部分ですね、こちらのチップ部分というのが汗の乳酸と反応する部分で、これごと上腕にこのように貼り付けることで汗の乳酸を連続的に計測できます。我々はまず医療分野に行きまして強固なエビデンスを構築し、失礼しました。
その後にスポーツにおきまして各種領域での展開を考えております。まず医療の説明です。こちら皆さんご存知でしょうか。この機械、こちら呼気ガス分析装置という機械で、ペダルの重さがだんだんと重くなっていくことで有酸素運動と無酸素運動の切り替わりポイントである AT ポイントを計測します。これを汗の乳酸を用いて計測が可能です。実際の画面です。向かって左が先ほどの呼気ガス分析装置、この曲がっているポイント、変極点がポイントです。このように無酸素運動になるとこの変極点が出現します。これを我々のウェアラブルデバイスを使用することで計測が可能です。これを用いることで LT ポイントを簡便に計測が可能です。簡単に申しますと、向かって左のこれだけ大きい装置、マスクも必要、空気ボンベも必要です。これがこれだけ小さいデバイスになるということがソリューション、すなわちイノベーションです。これを用いることで効果的かつ安全な運動指標である LT ポイントを簡便に計測可能です。すでに我々は医学的エビデンスとしてこのように汗乳酸を用いることで呼気圧分析を用いた先ほどの LT ポイント、また血液での乳酸の上昇ポイントも計測可能であるということを論文にて証明しております。このデータを用い現在スポーツ活動を行っております。我々は汗の乳酸の見える化を用いることで私的な運動負荷の把握を行います。その結果トレーニングの革新とファンエンゲージメントの革新を考えております。今回イノベーションリンクさんの取り組みを記入してジャパンサイクルリンク様との取り組みを今回行っております。当実証で目指したことは自転車競技の拡張性を検証することです。効率的な運動負荷管理検証、またファンエンゲージメント強化施策検討、またバーチャル自転車システムおよびリハビリの可能性の検討を行っています。ここから先やや科学的なデータになりますので少し難しいとなります話となりますが説明させていただきます。このように慶応大学にて那須ブラーゼンの選手、また慶応大学の自転車部の選手たちに協力をお願いしまして、右下に示しておりますようなさまざまな生態データを取得できるようなアプリケーションを開発しデータを取得しております。どのような方法を取ったのかを説明します。少し分かりにくいですがこちらオレンジと赤の部分、これは自転車のペダルの重さの推移を表しております。このようにだんだんとペダルの重さが重くなっていくと途中で汗乳酸が変極点が出現しているのが分かると思います。こちらがすなわち先ほどの LT ポイントです。こちら脈も一緒に取ってみました。脈だと、正直で何が何が分からないんですけれども汗の乳酸を取ることでこのように LT ポイントをはっきりと把握することが可能であるということを今回確認をしております。具体的なデータを示します。選手 A 選手 B と記載しておりますが、このように全く違うパターンを示しております。同じようにだんだんとペダルの重さが重くなっていきます。これらの検査を行うことでまずペダルが重くなってもう全くこうペダルが漕げないよとなるまでのワット数ですね、ペダルの重さをまず確認できます。また先ほど申した LT ポイントを確認できます。またこの開始から終了の間でどのタイミングの LT ポイントが出現したか、これらさまざまな生態データを取ることができて、すなわちこれからこれ少し小さい字で記載しておりますけれども多くの示唆が得られるということが確認できております。すなわち LT 出現パターンを計測できることにより選手のパフォーマンスが評価可能であるということが分かりました。これをトレーニングに把握することで例えば VO2 マックスの向上、 LT ポイントの最適化回復力をもたらします。我々はこのデータをもとにトレーニング法の開発のソリューションを提供します。すなわち大会までの目標を設定しトレーニング効果を最大化する運動プログラムを開発する、またファンエンゲージメントにおきましては選手と自分の体力を把握できるソリューションを開発することで自己体力レベルの理解を促し、またプロレベル自転車選手とデータの比較を行うことでプロの凄さをリアルに体感します。我々は外部連携サービスを今年の5月にローンチ予定でして自宅トレーニング遠隔リハコーチングサービス展開を考えております。我々は慶応大学と組むことで2021年度だけで英文論文3本及び海外の発表を含め21本の学会発表を行っております。我々は汗をはじめとする新しいバイタルデータを用い人間の活動を切り開くことを志向しております。ありがとうございました。はい、中島さんありがとうございました。そうですね、コンディショニングや感染体験が大きく変わる可能性といったものを感じて僕もすごく現場で興奮いたしました。ではまたコメントをいただきたいと思います。 JCL 犬伏さんいかがでしょうか。
ピッチャーありがとうございます。これは何が画期的かというと、まあ、自転車の競技中とか運動中にその乳酸の値というのはまだ測れることができなかったんですが、そこの謎を解明して乳酸がどのようにパフォーマンスに影響するかというのがこう、まあ、初めて分かるというかですね、血液取らなくても分かるというのはそれがすごいところ でそれが今のワット数だったりトレーニングと結構こう連動しているというかですね、分析示唆があるようなデータが取れたというのはすごいことだなというふうに思ってます。で、まあ、そういう意味で言うと本当に僕とか右京さんがこれでトレーニングして自転車乗ったらどのぐらい強くなるかみたいな YouTube の企画とかやってもいいかなって思うぐらいなんですけれども、それとはまあプラスですね、最後に言っていただきましたけれども、新しい観戦体験というところでいうと、自転車選手めちゃくちゃきつそうな顔で登ったり、逆に楽そうな顔をして実はきつかったりとか結構読めなかったりするんですけど、そういうのが数字化でこの人どれぐらいこう残り体力残ってますとか実はみたいなのが観戦者が分かったりするともっと頑張れって応援したりとか、あともうギリギリなんですっていう時に例えばこう何かこう応援メッセージが遅れて選手に伝わるとかですね、そういうような新しい観戦体験を作るっていう意味でも非常に可能性がある領域だなと思ってましたので、ぜひこれに限らずちょっと提携させていただければと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。選手のデータが新しい試合観戦のスタッツになっていくっていうのはすごく面白いですよね。ありがとうございます。それでは、こちらのタイトル授業に移りたいと思います。まずは本タイトルについての解説を、坂本さんに行っていただきます。坂本さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いやもう素晴らしい取り組みだと思います。株式会社グレースイメージング様はジャパンサイクルリーグとの実証実験を通じて汗から計測できる乳酸からの疲れの可視化を行い、選手の生体情報を活用した付加価値の提供にチャレンジをいたしました。これまで連続して測ることができなかった生体情報を活用し、選手のコンディショニング強化や見るスポーツの新しい楽しみ方についての可能性も提示いたしました。よってバイタルデータプラットフォーマーとしてタイトルを授与いたします。坂本さん、ありがとうございます。続いてタイトル授与を行わせていただきます。室伏長官、再びどうぞステージへお越しください。そして中島さんも中央の方にお願いいたします。はい、それではまずトロフィーの授与となります。室伏長官、よろしくお願いいたします。はい、続いて、タイトルパネルの授与となります。よろしくお願いいたします。はい、お写真撮らせていただきます。このままでお願いいたします。ありがとうございます。タイトルパネル開始いたします。それでは室伏長官、中島さん、寺田さん、ご講談ください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どんどん行きましょう。続いてのアクセラレーションピッチとなります。次はパナソニック株式会社です。それではパナソニックの木村彩香さんおよびインキュベーターを務められた広畑浩二さん、ご登場いただきましょう。木村さん、広畑さん、よろしくお願いいたします。インキュベーターの広畑と申します。今回パナソニックのチアホンさんとジャパンサイクルリーグさんを担当させていただきました。今回リアル会場における観戦体験をどうアップデートしていくかというところにチームが非常にこだわっているなという姿を痛感しました。それを裏付けしているというか、本当にチームの皆さんがスポーツが大好きで、選手たちが観客の方々がどういうふうに選手を見ているかみたいなことを非常に大事にしながら、今回のサービス、体験というのを組み立てていたなというふうに感じました。木村さん、どうぞよろしくお願いいたします。木村さん、ありがとうございます。こちらお越しください。それではピッチを始めていきましょう。発表時間5分となります。木村さん、よろしくお願いいたします。広畑さん、ご紹介ありがとうございました。皆さん、こんにちは。元気ですか？はい、本日チーム代表として発表させていただきます。パナソニック本社の事業開発室の木村彩香と申します。本日よろしくお願いします。このような発表の機会いただきありがとうございます。我々パナソニックはですね、このチアホンという新しい音声配信サービス事業を推進しております。これからこのイノベーションリーグを統治して、ジャパンサイクルリーグ様と実施した活動内容をご紹介させていただきます。私たちが目指しているのは、
音声配信を聞きながら試合を観戦する、これまでにない楽しみ方を提案し、より多くの方にスポーツを楽しんでいただける新しい未来を創造したいと考えています。そんな音声配信サービスチアホンの特徴について少しお話しさせていただきます。1つ目は大きく3つポイントがありまして、1つ目がスマホ1台で始められるというところ、大きな設備投資が全く必要なく、配信も受信もスマホで完結します。またアプリが不要になっているので端末や OS に依存することがありません。で2つ目、リアルタイムと同方配信というところで、通信速度は、体感レベルでいうと、ほぼほぼリアルタイムで業界最速になっております。で3つ目は、チームごとのサイトというところで、チームごとにオリジナルのサイトを作成することができますので、ライトファンから、コアファンまで来場客層ごとに、配信できる、マルチチャンネル機能というものも搭載をしております。そんな、チアホンを使いながら、実際に、JCL さんと、宇都宮ブリッツェンさんのチームのプロの選手と実際にワークショップを行ったり、試験走行を行うことで、2つのインサイトを発見しました。1つは、自転車競技では選手同士や、チーム間での会話があることです。私も初めて目の当たりにしたときは、漫画の弱虫ペダルとほんまにしやって思いました。で、もう一つが、ロードレースなど、お客さんの観戦場所からはもう自転車がこう一瞬ですっと、抜けていってしまって、走行中の選手の様子があまりこう見ることができない場面が多々あるスポーツだということです。でそんな、自転車競技を盛り上げるために今回、企画した内容は、普段は聞くことができない音で、実況解説というのをリアルタイムに配信するために、実際に走行中のプロの選手に、配信者となっていただいて、会話や息遣い、ブレーキ音を届け、そこにこう解説者も加わっていただいて、実況解説と合わせて配信をしました。でご来場いただいたお客様のご自身のスマホを使っていただいて、音声配信を聞きながら試合を観戦いただくことで、自転車競技の楽しさや臨場感、選手を身近に感じてもらったり、ルール理解の深まりを味わってもらうといった新しい観戦体験にチャレンジすることができました。少しだけ、実際の会場の様子と配信の内容を、お見せしたいと思います。どんな音が聞こえるでしょうか。ブリッツェンとあとどこで入ってないのという短い動画なんですけれども、最初にあったこうギアの音でしたりとか、キーンという音、皆さん聞こえたかと思うんですけれども、この音はロードバイクの実はブレーキ音になっています。で、実際に会場にいるとこのチェホン使わないとここまではっきりとこのような音が聞くことはできません。で、私も実際にこの配信聞いてたんですけれども、イヤホンで聞いてるとやっぱりこの選手のリアルな息遣いでしたりとか、その状況音だけでこうレースの様子を伺えるような非常に新鮮でリアルな臨場感を感じることができました。で、そしてこのイベントでサービスをご体験いただいたお客様にアンケートを取らせていただいた結果、臨場感が伝わった、聞き取りやすかった、選手の生の声を初めて聞けて、楽しかった、見えないエリアでも選手を感じられたなど、多くの方からご好評のコメントをいただいております。またアンケートの数値的な結果として、観戦が楽しくなった 95%、 チームや選手が好きになった 92%、 また利用したい 90% と、とても高い結果が得られました。今回の取り組みではコアファンの方にとってはこれまで聞いたことがない新しい体験を感じていただきましたし、ライトファンの方にとっても競技や選手の理解や親近感が湧く、そんな理解体験をしていただけたからこそ、この数値に表れているのではないかなというふうに思いました。今後も JCL 様と公式レースにフィットさせた自転車競技の盛り上げのため、新たな観戦カジノ創出を目指して競技を進めてまいりたいと思います。最後にですけれども、現在スポーツ業界ではスポーツファン市場がやっぱり高齢化しているというところもあって、新しいお客さんの獲得が必要でしたり、コロナでスポーツ観戦の現場離れによる呼び戻しも必要です。でさらにはマイナースポーツの普及低迷により、競技認知の拡大やチームの収益向上
などまだまだ解決できない課題がある中、新しいスポーツ観戦の在り方というのを私たちは提案していきたいと思っています。テレビでしか聞けない解説をその場で聞くこともできますし、チームのスタッフがファンのために等身大の思いを発信することもできます。で、今回のようにアスリートが直接ファンに語りかけることもできます。スポーツ×音声配信でより楽しくより魅力的なスポーツ観戦の新しい未来を想像したいと思っております。ご来場のスポーツ関係者の皆さん、私たちと一緒にスポーツ観戦のイノベーションを起こしていきましょう。ご清聴ありがとうございました。木村さん、ありがとうございました。面白いですね。会場だからこそ取得できるコアな情報ってすごくワクワクします。それではこちらもコメントをいただいていきましょう。JCL の井上さん、よろしくお願いいたします。ピッチャー、ありがとうございます。私もレース会場実際体験させていただいてすごく面白かったです。なんて言うんでしょう、まず一つはUI っていうんですかね、そのやり方がすごい簡単で、アプリとかダウンロードしなくていいんで、もうピュッてQR コード読んですぐ聞きますと。で、あとエモいなって思ったのが、やっぱりこう普段聞けないものが聞けるっていう。それこそ私つけた瞬間も選手がぜいぜいハーハー言ってて、いや聞いちゃいけないもの聞いちゃったなってちょっと思ったんですけども、なんかそれが逆に何ていうか新しい体験っていうか、こう盛り上がりポイントだったりもするので、意外とそういうものってなんかコンテンツになってなくても楽しめるっていうところが作られてない分ですね。だからこうえんややんやこうそれを聞きながらコメントできる喜びっていうか、なんかそういうのがあってすごく楽しいなというふうに思いました。ありがとうございます。井上さん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、タイトル授与に移りたいと思います。まずは本タイトルについての解説をいただきます。坂本さん、よろしくお願いいたします。はい。株式会社パナソニック株式会社様は、パナソニックが有する技術を用いたリアルタイムで音声を配信するプラットフォーム、チアホンをファンとのコミュニケーションツールとして活用しました。ジャパンサイクルリーグ様とともに、走行中のアスリートも実況に加わるという新たな楽しみ方を観客に提供することに挑戦しました。よって、オーディオキャストパートナーとしてタイトルを授与いたします。坂本さん、ありがとうございます。それでは続いてタイトル授与を行わせていただきます。室伏長官、どうぞステージへお願いいたします。そして木村さんも中央の方へお願いします。はい、まずはトロフィーの授与となります。はい、続いてタイトルパネルの授与になります。よろしくお願いいたします。はい、お写真撮ります。はい、ありがとうございます。それでは室伏長官、そして木村さん、広畑さん、ご講談ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、続いてのピッチに移っていきたいと思います。次は株式会社フィナンシェです。フィナンシェの安井達也さん、そしてインキュベーターを務められた近藤俊平さん、お願いいたします。この度、JCL 様とフィナンシェ様のインキュベーターを担当しました電通の近藤と申します。スポーツ団体の多くがですね、抱える課題として、新しい顧客、新しいファンの獲得、そして獲得したファンのその後のエンゲージメントの向上というのが多くの、スポーツ団体の課題になると思っています。その難しい課題に、トークン発行型のクラウドファンディングサービスでチャレンジしたのがフィナンシェ様でございます。トークン発行型クラウドファンディングと聞きますと、皆さん資金調達かなというふうに思われると思いますが、これはあくまでも、スポーツ団体がですね、運営していく上で必要な手段であって、目的ではありません。今回我々が、一番大事にした目的としては、とにかく、多くのファンにですね、このまだヒノキ舞台に上がっていないと、またコアな、スポーツだと思われているその自転車競技に振り向いてもらうこと、そして振り向いてもらった後に引き続きこの団体を支援していきたいという思いになってもらうこと、これを目標にして、頑張った4ヶ月間だったなというふうに思います。その成果を安井さんの方から、発表いただきたいと思います。はい、近藤さん、ありがとうございます。こちら
お越しください。引き続きコメントなどあれば頂戴できればと思います。それでは、ピッチを始めていきましょう。発表時間同じく5分となります。安井さん、よろしくお願いいたします。あ、皆さんこんばんは。フィナンシャルの安井と申します。よろしくお願いいたします。まずサービスについてです。我々のサービスはトークンを発行して収益化とコミュニティ形成をサポートしているスマホのアプリのサービスになっております。続きまして仕組みのところです。ファンディング、コミュニティの2つから成り立っております。ファンディングの部分でいうと、チームさんがフィナンシェを通してトークンを発行でき、ファンの方はそれを購入できます。で、購入した金額が収益金としてチームに戻る仕組みになっております。で、もう一つがコミュニティですね。一般的なコミュニティの仕組みに加えまして、トークンを使うとチームを一緒に作っていく、イベントを一緒に作っていくというような競争体験ができるというところがございます。こちらコミュニティの補足になります。特に2番のところですね、新しいファン層を拡大できます。トークンの単価が変動いたしますので、その上昇を見込んだ新しい層、いわゆる少しだけチームに興味を持っている方とか、投資家目線の方とか、そういう方を巻き込みながらファン化し、コミュニティを拡大していくことができます。今回のスケジュール感のところです。まず、JCL さんと1ヶ月ほど準備をさせていただきまして、1月7日にジャパンサイクルリーグのトークン、JCL トークンを初回ファンディングで売り出しさせていただきました。それと同時に JCL のコミュニティも開設いたしました。で、2月末に初回ファンディングが終了しまして、今は二次流通のフェーズに移っております。今回の成果のところです。まず収益化のところですね。初回ファンディングでいうと、3997万円の売り上げを上げることができました。これは我々の過去の実績含めて本当に胸を張って成功したと言えるような結果になっております。もう一つが二次流通ですね。現時点で2週間ほどしか経っておりませんが、 JCL のトークンの売買が1300万円ほど行われておりまして、まあ、3月閉まったタイミングでは JCL さんに100万円ほど戻しできるのかなというところです。続きましてコミュニティのところです。現在700名以上のトークンホルダー含めたコイファンの方が、まあ、日でいうと平均130件以上の書き込みをしてくださっております。その他のところです。国内自転車競技で初めて、そしてファン参加型の NFT を発行いたしました。各項目の詳細についてこれからご説明いたします。一つ目が、収益化、初回ファンディングのところですね。いわゆるクラウドファンディング的な形で、1万円のコース、3万円のコース、5万円のコースという形でトークンと特典を一緒に販売していきました。まあ、その中で既存ファンだけではなくて新規ファンも巻き込めるような販売メニューというのを設計いたしました。既存ファン向けのところでいうと、例えばレース中に選手の後ろに専用車両が走るんですけど、そこに乗車できる権利を特典としてご提供したり、山本元気選手とのスペシャル体験をご提供したりというところがございます。新規向けのところでいうと、スポンサーさんがご提供してくださった商品だったり、片山チェアマンのサイン入りの F1 のフィギュアだったり、そういうものをご提供しながら、 JCL さんが抱えているファンだけではなくて、より多くの層にアプローチし、最終的には全18コース867口の販売をすることができました。で、こちら少し強調しておきたいところでいうと、プロモーションのところですね。JCL さん、マンパワーが非常に限られていた中だったんですけど、あらゆる媒体手法で本当に積極的に泥臭く情報を発信していただきました。で、こちらに載せきれなかったことたくさんあるんですけど、まあ、そのプロモーションの活動が皆さんに届きまして、積み重なった結果、今回の売上につながったのかなと思っております。続きましてコミュニティのところです。まあ、現在トークンホルダー含めたコイファンが700名以上いらっしゃいまして、コミュニティを盛り上げてくださっております。その中でトークンアンバサダーの山本元気選手が自転車競技の魅力を発信したり、あとはトークンギフトという仕組みがあるんですけど、まあ、そちらを使いまして JCL を盛り上げるアイデアをコミュニティ内で募集し、実際に投稿してくれた方にトークンをギフトする、プレゼントするといったような JCL を一緒に作っていくような競争体験も行いました。最後は NFT のところですね。我々は NFT をただ発行するだけではなくて、いわゆるファン参加型というところで NFT のデザインをトークンホルダーによる投票で決定いたしました。実際に A 案、B 案、C 案とございまして、まあ、B 案が選ばれた形になりますが、150名以上の方が参加してくださり、その NFT を発行する過程の部分から一つのエンタメとしてご提供できたのかなと思っております。はい、最後になりますが、先日開幕プレゼンテーションございまして、そちらにもトークンホルダーの方をご招待させていただきました。まあ、このような形で JCL トークンを持っているメリットっていうのをしっかりご提示していきながら、今後も中長期的に JCL さんのファンを拡大できるように我々はサポートしていければと思っております。はい、以上となります。ありがとうございました。
安井さんありがとうございました。本当にコアファンの見えるかって言ってましたけども、連日すごく盛り上がってきて、これから本当どうなっていくか本当楽しみです。こちらも、コメントをいただいていきましょう。JCL の井口さん、よろしくお願いします。ピッチャーありがとうございました。本当にフィナンシェさんについてはこの、デモデーの間までにですね、こうキャッシュというかですね、収益がですね、4000万プラスみたいなところまで上げられたっていうのはもう脅威でございまして、正直その NFT とかブロックチェーンとかそのトークンって分かったようでまだ全然分かってなくて、怖さもあったりとか、どうやって本当に扱っていった長期的なものになるんだろうっていう謎というかですね、疑問は正直ありますと。ただそこに対するこう熱量とかお金の流れっていうのは本当にすごいなっていうのを改めて思いました。本当に簡単に言うと700人のファンクラブで4000万以上の売り上げがちょっとおかしなことだというふうに思っていまして、それが一体 何なのか、なんでそうなるのか、逆に何が期待されてそこにお金が集まっているのかっていうのを我々がちゃんと理解をして行動していかないと、大変なことに逆になるなっていう責任も感じましたし、そういう意味では非常にいろんなことを考えさせられる本当に次世代のテクノロジーというか、そういった取り組みなんだなっていうのは強く感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。ここからが本当スタートだと思いますので、また、よろしくお願いいたします。それでは、タイトルの授業に移っていければというふうに思います。タイトルのご説明を引き続き坂本さん、よろしくお願いいたします。はい。株式会社フィナンシェ様はブロックチェーン技術を利用し、ジャパンサイクルリーグ様とともにトークン発行型クラウドファンディングを用いてファンサービスを提供する取り組みにチャレンジいたしました。ジャパンサイクルリーグのファンの皆様に新たな新しい応援の形を提供いたしました。よってファンモチベーションビルダーとしてタイトルを授与いたします。坂本さん、ありがとうございます。続いてタイトルの授与を行わせていただきます。室伏長官、どうぞステージへお越しください。よろしくお願いいたします。また安井さんもステージ中央の方にお願いいたします。はい。まずは、トロフィーの授与となります。よろしくお願いいたします。はい。続いてタイトルパネルの授与となります。はい。写真を撮影させていただきます。ありがとうございました。それでは室伏長官、そして安井さん、近藤さん、ご講談ください。ありがとうございました。はい。それではいよいよ最後のアクセラレーションピッチをになっていきます。行っていきましょう。次は、株式会社ファンプラスです。ファンプラスの的場慎吾さん、そしてインキュベーターを務められました、三部元敦さんにご登場いただきましょう。的場さん、三部さん、よろしくお願いいたします。はい。電通の三部と申します。今回、日本フェンシング協会さんと、ファンプラスさんの、インキュベーターを務めさせていただきました。ファンプラスさんの、アーティストやタレントなどのファンクラブの数多くの知見を生かしながら、それをどのようにスポーツの団体に生かせられるかというのを数ヶ月にわたり議論してきました。フェンシング協会の熱意あるファンの方々のインタビューなどを通して、いくつかの方向性が見出せたと思いますので、そこを今日的場さんの方にご報告いただければと思います。それではよろしくお願いします。三部さん、ありがとうございます。こちらお越しください。はい。それでは早速ピッチを始めていきましょう。同じく発表時間5分となります。的場さん、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。ファンプラスの的場と申します。私のファンプラスは M-UP ホールディングスの、グループ会社でございます。その中で主力のファンクラブの事業というものを行っております。あと、グループの会社には電子チケットを行っている会社であったり、あと VR の事業を行っている会社もございます。でそちらといろいろ連携しながらサービスを展開している会社でございます。
で、その主力となるファンクラブの事業に関しまして、約300サイトを運営をしております。で、その中で会員数というのは200万人を超えてきている状況でございます。で、基本的にはウェブでのサービス展開というものはメインなんですけれども、それ以外に、アプリでの、サイトの展開ということも行っている状況でございます。で、サービスの特徴として、共通の ID というもので、管理を行っております。で、一つの ID、メールアドレスをキーにしておりますが、そちらの方で EC や電子チケット、あと、全てのサービスというものを利用することができるような仕組みとなっております。で、ファンクラブに付随するサービスとして、最近ではクラウドファンディングであったりは NFT のマーケットプレイス、あと、オンラインのくじというようなものも、展開しているような状況でございます。で、私どもアーティスト以外に関しまして、先日開催されましたけれども、東京マラソン財団様との取り組みも行っております。こちらに関しては、テンポラリーで、ボランティア様、ボランティアの募集を行っておりましたと。で、それを継続した形で、ボランティアの管理を行うということを目的に、1年後の大会に向けて、講習などを行って、参加いただくような形の運営を行っております。で、今回イノベーションリングに参加させていただいた理由です。こちら、あと私どもスポーツの分野でも会員サービスとしてナンバーワンの企業というものを目指していきたいなというところと、あとスポーツ分野で、ファンクラブとの会員サービスというものが、実現可能かと、そういったことを、検討したいなというところで、そういったことを取り組むことがスポーツ産業の発展に貢献できるのではないかというふうに私どもは考えさせていただきました。で、アーティスト以外のサイトも行っている中で、私ども課題もやはりありますと。で、やはりアーティストに関しては歌やパフォーマンスみたいなものを楽しんでもらいたいっていうようなアーティストとファンの関係性があります。で、ただ、アーティストとは違ってアスリートに関しては試合に勝つことであったり、強くなることっていうのが目的かなと考えております。なので、これまでのアーティストで展開してたようなフォーマットっていうのは、スポーツの分野では当てはまらないんじゃないかというふうに考えております。で、その中で日本フェンシング協会様といろいろディスカッションもさせていただいてます。で、その中で課題としてこういったものが、ありましたと。情報発信されるメディアが少ない、あと、選手発信のコンテンツ提供というのが難しい、あと、協会様側の運営リソース、あと入会の動機やファンを巻き込むコンテンツが少ないと、アーティストで行くとライブのチケット選考であったりとか、そういったもので入会を促すようなことが結構難しいんじゃないかというふうに考えました。で、ファンクラブの運営を行うということで課題が結構あるかなと思ってます。で、それは継続したサービスというのが提供できないのではないかというようなことをちょっと考えましたと。で、この中で熱量あるファンというものがインフルエンサーという形になって、自発的にコンテンツのようなことを、提供していける、そういったサービスが展開できると、ファンクラブのようなコミュニティサイトも含めて、展開できるのではないかということを、考えまして、グループインタビューということを実施しております。で、調査概要として下記のこのような形となっています。基本的にはオンラインで実施させていただいております。で、合計3グループにヒアリングを行っているというような状況で、4つのグループに分けて実施いたしました。で、グループの、詳細はこちらとなっています。フェンシングの交換予想というものと、フェンシングを実際やられている競技者様、あと、それ以外の、非ファン層と呼ばれるもの、そういったものをの、グループを、グループでのインタビューを行っています。で、実際その中で出たインサイトとしましては、こういったものです。情報源にたどり着けない、フェンシングのに関して、情報を網羅しているサイトが少ないとか、あと選手の情報を知りたくてもなかなか出てこないですと、あとそういったものとか、試合をより楽しめる工夫が欲しい、海外でやる世界大会みたいなものもみんなで視聴体験できるような場が欲しいであったり、あと試合のすご技解説を知りたいとか、あと EC 機能ですね、チケットが買えるといいんじゃないかというようなこととかも話として上がってまいりましたと。で、その中で、それぞれの層でいろいろ情報を得られました。で、フェンシングと関わりの強い層に関しては、フェンシングの何がすごいかということが理解されていないのではということであったり、興味があって入ろうとしても入り口が分かりませんというようなことであったり、ここに行ったら全ての情報が分かるというようなところが、今はないのではということが分かりました。で、一般層に関しても、競技者や指導者といったコミュニティでの、情報流通で満足してないかなと、あと、ただ、一般層から見た場合、敷居が高いのではないかというようなことを、インサイトとして出てまいりましたと。で、その中でポータル的な機能を有するプラットフォームの必要性、情報が集約されているようなプラットフォーム
そういったものをまず作るべきではないかと。でファンクラブのようなものはまたその次かなというところで、今展開を考えております。で今後に関しては、まあ、フェンシングのファンの方や、まあ、興味を少し持った方たちというものが、まあ、集まるようなプラットフォームというものが必要なのではないかなと考えております。また私どもも日本フェンシング協会様と、まあ、これからもスポーツ産業の発展のためにしっかりとやっていければと思っておりますので、新しいファンビジネスのフォーマットというものが一緒に作れればなというふうに考えております。はい、本日はご清聴ありがとうございました。又場さん、ありがとうございました。ファンプラットフォームっていう、なんか一朝一夕ではできなく、かつ継続していくっていうことが非常に難しいといったところで、すごくいろいろな視座が得られる結果だったんじゃないかなと思います。こちらもコメントいただいていきたいと思います。フェンシング協会の朝倉さん、よろしくお願いいたします。はい、フェンシング協会の朝倉と申します。改めましてこのような機会いただきましてありがとうございました。今回ファンプラス様との取り組みをする上で、我々としても大きく2つの成果が得られたと思っています。まず1つ目が、フェンシングのブランドを浸透させていく上で、本当に寛大が何なのかというところを徹底的に議論できたというところですね。で協会としても決して、財政基盤、人的な基盤が、盤石とは言えない中で、今後も持続的に活動していく上で本当に何がやらなきゃいけないのかというところを、優先順位を決めながら議論できたことは本当に大変な成果かなと思っています。でそして2つ目が、ファンプラスさんのような志の高いパートナーをご一緒させていただく機会を見つけられたというところですね。大きくフェンシング業界を取り巻く環境っていうのはだいぶ変わってきている中で、今後も変わっていくと思います。そういった課題背景だとかも、理解して、時には、我々としてもどういう方向に向くべきなのかっていうところも同じ目線で語られるような、パートナーを見つけられたことを大変、嬉しく思っています。ぜひここからも引き続きよろしくお願いできればと思いますので、はい、この機会はありがとうございました。ありがとうございます。すごくそのフェンシング協会さんだけではなく、これファンコミュニティを作っていくっていう、なんか全ての競技団体の方にすごく参考になるお話だったんじゃないのかなというふうに思います。ありがとうございました。それではタイトル授与に移りたいと思います。タイトルのご説明について坂本さん、よろしくお願いいたします。はい、株式会社ファンプラス様はファンクラブ、ファンサイト、オフィシャルサイト、公式アプリなど幅広くサービスを提供しています。今回はフェンシング協会さんとともにファン起点でのコミュニティサイドの可能性を協議して追求をいたしました。よってファンコミュニティプラットフォーマーとしてタイトルを授与いたします。坂本さん、ありがとうございます。続いてタイトル授与を行わせていただきます。室伏長官、どうぞステージへお願いいたします。ステージ上によろしくお願いいたします。はい、まずはトロフィー授与となります。続いてタイトルパネルの授与になります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、室伏長官はこの後総括をいただきますので、そのままでお願いいたします。それでは的場さん、三部さん、ありがとうございました。ご講談ください。はい、これで5社すべてのピッチが終了いたしました。すべて素晴らしいピッチで、すべて今後が本当にとても楽しみなものばかりだったかなというふうに思います。それでは室伏長官に総括を頂戴できればと思います。室伏長官、よろしくお願いいたします。はい、改めまして室伏です。本日はよろしくお願いいたします。そして皆さん、大変素晴らしい、内容でした。ありがとうございました。プレゼンも内容も素晴らしかったです。一つ一つ少し総括でお話しさせていただきますと、ジャパンサイクルリーグさんと、また、フェンシング協会、この2競技団体がですね、どのようにまた、自分たちの競技を盛り上げていくかっていうことだったと思いますけども、まずジャパンサイクルリーグさん、片山チェアはですね、実は私の前職が、皆さんご存知の通り、昨年東京オリンピックパラリンピック行われましたけど、スポーツマネージャーもされておられて、で
大会成功ですね、もうさせながら、まあ、このような活動も両方本当に、まあ、素晴らしい、なんて、しかもこれレガシーになっているということで、ぜひ片山マネージャーにも拍手を送りたいと思います。すいません、チェアですね、スポーツマネージャー、各競技それぞれスポーツマネージャーがいまして、大変自転車競技においては大変重要な職務に就かれておりまして、1年前のテストイベント、すいません片山チェアの話ばかりになるわけじゃないんですけど、1年前もテストイベントをやりまして、そのロード競技は道志道っていうところを通ってですね、かなり起伏の、も今までの大会でも一番標高獲得数が高いすごい難しいコースで、まあ、そういう中で本当は今日の入山地なんか早めに分かればもっと日本の選手もどうかなとか思ったところもあるんですけども、まあ、そういう中でテストイベントでご自身のチームも出されてですね、チーム片山っていうことで、本当にこよなくやはり上に立つものが本当に自ら実践もされて、スポーツが本当に好き で自転車を愛しているっていう、まあ、こういうチェアだったからこそこれだけのおそらく周りを引き込んでいったところもあるかなと思います。休日ハックさん、すいません、じゃあ物流さんなんですけど、まあ レース会場がまさにもう先ほどのオリンピックでパラリンピックでもですね、県をまたいでもう町どころかもう全体本当に多くの自治体も一緒に一体となってやっていくわけですから、そういう意味ではすごくチャンスのある、競技でもあるわけですけども、こういった応援グッズを渡されたらもう応援しせざるを得ないみたいな状況を作るって本当に面白いなと思いました。また乳酸値を、まあ、直接血液を採取しなくても、これはまあ今後例えば未成年であったりとか、もうこういうところもいろいろ問題があったりするところもあると思うんですけども、まあ、こういうことをもう本当自転車競技だけではなくてスポーツの、競技力向上にまた役立てるっていう意味では大変大きな取り組みだじゃないかなというふうに思います。この点は僕もっと質問があって、またチャンスがあれば質問させていただければと思いますけれども、パナソニックさんの、パフォーマンスのそのものだけではなくて、そのバックグラウンドに、私もそれずっと思ってたのもあったんですけど、ハンマー投げでハンマーがテレビだと分かんないことがたくさんあってですね、そのワイヤーが切る空気を切る音ってすごい音がするんですけど、みんな聞いたことないし残念だなと思いますし、そのハンマーが最初にこう持ってくるときに玉が、鉄の玉がコンクリートをゴロゴロゴロって音がする音なんかも知らないでしょうし、そういうきっとスポーツにはたくさんもっと、まあ、ブレーキの音ってありましたけども、すいません私のスポーツの話しちゃってあれなんですけど、たくさん実は隠されていて、なんか打ち消されちゃってね、なんかうまくそういうものをスポーツプレゼンテーションでももっともっと盛り上げるようなこともできると思いますけど、できないならばこういう音声を使って、こんな音があるんだっていう発見もあるんじゃないかなというふうに思いました。ぜひ今後もいろんなスポーツでもやっていただきたいなと思いましたけども、フィナンシェさんはやはり人と人をつないでまた新しい価値を作り上げていくっていうことですね。でそこにまた新しいビジネス、まあ、革新的なところもあると思いますし、今後本当に可能性が、NFT の話なんかもあって、スポーツ庁はどう考えてるんだってよく言われてるところもあるんですけども、まあ、これは経産省と相談しながら今進めているところですけども、重要なその将来のスポーツの財源としても考えられるところだと思います。まあ、こういったものと、また人と人をつないで価値を作り上げていく、素晴らしい取り組みだなというふうに思います。フェンシング協会の関係者の方、ファンプラスさんですね。競技団体はですね、実はまあ、実はというか、コロナの影響で、まあ、団体自体 そのファイナンスの部分で大変な打撃を受けていて、大会が開催できなかったり、そういうチケット収入が激減してしまったり、まあ、これはどう打開するかって言ってもですね、スポーツ庁ももちろん支援でさせていただくとかはするんですけども、やはり、団体自身がどう取り組んでいくか
ということですね。なのでこれまでは競技力向上だけに力を入れればよかったんだっていうのはあったと思うんですが、それだけではなくてファンエンゲージメントをしていったり、しないとですね、その団体自体の存続も危うくなっていってしまうという現実があります。ですのでこういったところでまた、ファンプラスさんが先進的にこういう取り組みをされて、もちろんしっかりと分析をされてこれからその情報を一つの一本化しながらやっていこうってこともありますけど、まだ先があるようにも見えますし、ぜひ期待したいなと。でフェンシング協会をもっともっと盛り上げて、会長も大変面白いような会長の方ですので、ぜひ盛り上げていっていただきたいなと思います。自転車ってツールドフランスで、ね、大会試合が行われなくなってでもですね、まあ、本当に初期段階から選手がそれぞれの自宅のガレージだった家でそのオンラインでつないで試合をしたりとか、非常にそういう意味ではデジタルとスポーツっていう意味でも可能性のあるスポーツだなというふうに思いますし、まだまだなんかみんなが知らないことたくさんあると思いますし、もうぜひスポーツ界を盛り上げていっていただきたいと思います。フェンシングも、ね、普段取れなかったメダルを昨年のメダル、ね、大会でもオリンピックでも獲得して、まあ、これをぜひチャンスとして普及活動ただそういったものをされていると思いますけど、ますますのご発展記念して素晴らしいものを見させていただきました。で皆さんありがとうございました。室伏長官ありがとうございました。ご登壇ください。はい、ありがとうございます。以上でアクセラレーションピッチを終了いたします。皆様ありがとうございました。大曽根さんありがとうございました。それでは続きましてイノベーションリーグコンテスト贈賞式を取り行いたいと思います。イノベーションリーグコンテストはイノベーションリーグアクセラレーションとともに創設された賞で、スポーツビジネスの変革を示す事例をはじめ、社会課題を解決する取り組み、スポンサーシップの先進的事例、そして今スポーツ界全体が直面する困難に挑み果敢に乗り越えようとする取り組みを表彰するものです。今年は合計78件ものご応募いただき、その中から11社のファイナリストが選出されました。さらに2月に行われました最終審査会にて全ファイナリストによるピッチが行われ、11社の中から各賞を決定させていただきました。受賞されました4社およびファイナリスト7社についてはお手元の冊子で関連ウェブサイトなどの情報を掲載しておりますので、どうぞそちらをご覧ください。それでは詳細のご説明をスポーツテック東京の電通クリエイティブプランナー薬師寺よりご説明させていただきます。薬師寺さんよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。ご紹介いただきましたスポーツテック東京の薬師寺と申します。コンテストを担当しております。ここまで本日はアクセラレーションのお話をさせていただきましたが、ここからはですねもう一つのコンテンツでありますイノベーションリーグコンテストの方にお話を移させていただければと思います。後半のメインイベントはですね受賞者の皆さんのプレゼンテーションかと思いますが、それに先立ちまして私の方からこのコンテストの趣旨とあとどのような審査が行われたかということを手短にご説明させていただければと思います。まずこのコンテストなんですけれども、昨年度、創設されまして今年が2回目の、実施となります。目指しているものはスポーツから生まれる新しい可能性を称えるというようなことを目指しております。ここで言います新しい可能性といいますのはスポーツがスポーツのみならず、他の、業界ですとか、ものに対して価値を作ったりするそうした、可能性のことを、示しております。
なぜ、こうした賞をですね、昨年度創設しましたかということにつきまして、少し背景がございますので、3点ほどご説明 したいと思います。一つはですね、スポーツの活用の可能性を拡大というような背景が一つあります。これは、スポーツのためのスポーツですとか、スポーツ界の中にとどまっていることだけではなくてですね、スポーツを活用することで別のものに対して価値を作る、そうした事例が増えてきていると、そうした可能性が拡大しているということが一つ背景としてあります。で、2つ目がですね、スポーツを接点としたコラボレーションの可能性が拡大しているということで、これもまあ1つ目と一致しているといいますか、連動している部分はありますが、これまで接点がなかった会社さんですとか協会の方々がですね、スポーツとかスポーツビジネスを接点とすることでコラボレーションが生まれていると、そうしたようなことが増えているというような背景が2つ目あります。で、3つ目がスポーツが持つ人や社会に与える可能性が拡大しているという点があります。これは、昔からありますスポーツマンシップということなのですが、長引いておりますコロナ禍の中で、より一層注目されているこの人を動かすこと、力ですとか、人の心を動かす力というものが、スポーツは持っていると思いますが、こうしたものがより一層注目されているというような背景がありました。こうした3つの背景を元にしまして昨年度創設させていただきました。この賞はですね、4つのカテゴリーがありまして、1つ目が全体の対象となっておりますイノベーションリーグ大賞です。2つ目がソーシャルインパクト賞ということで、これはスポーツの力で社会を前進する取り組みに対して表彰させていただくようなものです。で、3つ目がアクティベーション賞、これはスポンサーシップの枠組みというのは昔からありますが、昨今この活用の新しい形というのが増えてますので、こうしたものに対して表彰させていただくというようなものです。で、最後がですね、パイオニア賞というパイオニア賞で、これはスポーツのピンチをチャンスにということで、長引いておりますコロナ禍をはじめとするようなスポーツ界が直面している困難ですとか壁に対して果敢にチャレンジをされている方を表彰したいというようなものです。この4つの賞から構成されております。で、2年目となります今年は78件の応募をいただきました。応募いただいた方、改めましてこの場を借りまして厚く御礼を申し上げます。で、簡単にですが、2年目となりますので、去年と比べてどのような特徴があったかというのを少しだけ共有させていただきます。まず1点目、この賞の特徴でもあるんですけども、個人の方、例えば国内ではまだ馴染みのない、馴染みの薄い、競技ですね、個人で非常に普及に努めている、奮闘されている方ですとか、一方で誰もが知っているような大企業の中でスポーツをテーマに社会課題に取り組んでいるというような取り組みまで非常にレンジの多様な方の応募をいただいております。こちらは去年もこのような多様性はあったんですけれども、その多様さがより一層進んだというふうに感じております。で、2つ目、お医者さんですとか薬剤師の方、あと学校の先生とかですね、いわゆるスポーツ以外のエクスパティを持たれている方が、その専門性をスポーツに生かそうとするような取り組みが多く寄せられました。これが2つ目の私が感じた特徴です。で、3つ目は昨年度もコロナ禍の中でいろんなチャレンジをされている方がご応募いただいたんですけども、今年は1年経ちまして、そのチャレンジがより運用フェーズといいますか、実装フェーズに進まれている方が多くいらっしゃいました。最後は社会的価値を持つ取り組みというものが、もちろんソーシャルインパクト賞という一つのカテゴリーがあるんですが、そのカテゴリーだけではなくてほぼ全ての応募案件の中で社会的な価値とか意味というものを持たれている、そういったような内容にシフトしていったというような感想を持ちました。今年の応募の中身につきましてはこのような特徴を感じました。続きまして審査フローなんですが、応募総数78件いただいた後に、今年は一次審査でおよそ半分に選考をさせていただきまして、その後二次審査、これが通ったところがファイナリストと呼ばれる方々なんですけれども、複数のカテゴリーで重複して入られている方がいらっしゃいますので、延べ16件、重複を抜いた形では11件の方がファイナリストとして選ばれました。その後ファイナリストの方、全員にですね、ショートピッチをしていただきまして、
最終審査を行いまして、最終的に本日いらっしゃっていただきます各賞受賞者 4社の方にを選考させていただきました。本年度のコンテストで審査を担当していただいた方を最後にご紹介したいと思います。株式会社翼の山本様、一般社団法人日本パラリンピアンズ協会会長であられます小日向様、日本政策投資銀行の勝田様、株式会社メルカリの小泉様、トロイデンの立石様、株式会社クオレの津村様、株式会社ソノリゴの森様、株式会社良品計画の森下様、米田公認会計士事務所の米田様、そしてスポーツ庁の坂本さんと、あとスポーツテック東京の中島、全部で11名が担当していただきました。それでは私の冒頭の説明はの最後になりますが、この後受賞されました4社の方ご本人のプレゼンテーションをしていただきますが、どれもスポーツの新しい可能性を特に強く示す事例だと思っております。スポーツが持つ活用多様性ですとか、産業を拡張する力、社会課題の解決力と、こうしたものはイノベーションリーグコンテストですとか、その傘となっておりますイノベーションリーグそのものが目指しているところであったりとかしますので、ぜひその側面からご注目いただければと思います。それでは私の説明はこれで終わります。ありがとうございました。薬師寺さん、ありがとうございました。それではまず最初はソーシャルインパクト賞です。ソーシャルインパクト賞はスポーツを社会課題の解決に活用している取り組み、スポーツの力で社会を前進させている取り組みを表彰します。それではソーシャルインパクト賞ファイナリストを発表いたします。ファイナリストとは各賞それぞれの審査において最終候補まで残った各社であり、この中から受賞者が選ばれます。まずは一般社団法人スポーツを止めるな、応募プロジェクト名は1252プロジェクト。続いて一般社団法人大学スポーツ協会、応募プロジェクト名は安全安心認証ユニバスセーフティー&セキュリティーサーティフィケーション制度。続いて株式会社ビーマ、応募プロジェクト名はビーマスポーツ。最後に株式会社リクルート、応募プロジェクト名はパラリングパラスポーツ疑似体験 VR360 度動画。以上の4社です。この中で見事ソーシャルインパクト賞に選ばれたのは、一般社団法人スポーツを止めるな1252プロジェクトです。おめでとうございます。それでは一般社団法人スポーツを止めるなの伊藤さん、最上さんのお二人にご登壇いただきましょう。どうぞステージまでお越しください。この度はおめでとうございます。ありがとうございます。それでは早速ですが、3分間の取り組み内容をプレゼンテーションでお願いいたします。はい、このような機会いただきましてありがとうございます。一般社団法人スポーツを止めるな代表やってます最上と申します。今日はですね1252プロジェクトということで、ご説明をさせていただきます。まずですね、このスポーツを止めるなという団体はですねコロナ禍に始まった団体でして、実は昨年度もこの場にお呼びいただきました。パイオニア賞ということで2年連続にこういう場に来れてですね大変嬉しいです。ありがとうございます。我々の活動自体はですね、選手がプレーをアピールするようなプラットフォームを運営したりとか、あと学生がまあ最後の大会出れなかったそんな子たちを勇気づけるための解説実況をつけるプロジェクトとか、あとは学生たちに対してオンラインで授業をやるみたいな、そういった授業をやっている学生向けのサポート団体です。そういった中で学生たちのニーズ悩みに応えようということで、今回1252プロジェクトというのを立ち上げていますので、そのリーダーの伊藤花恵からですね、ご紹介をしていきたいと思います。でちなみにこの1252プロジェクト、52週間1年間のうちの12週間生理が訪れるという、そこをテーマにしたプロジェクトになってます。よろしくお願いします。はい、ご紹介ありました、伊藤と申します。よろしくお願いします。はい、この1252プロジェクトの概要を簡単に言いますと、生理とスポーツの課題に対してですね、私たちはこのトップアスリートの経験だったり、正しい情報を発信していこうというプロジェクトになっております。スポーツを関わる人たちにとってコンディションを知ることはとても重要なことにもかかわらず、生理の存在に目を背けてきたのはなぜだろう、考えたこともないと答える人もいるかもしれない。でも学生選手にとってとっても大切な1年、52週間のうち約12週間も訪れる生理期間と向き合わずにいることは本当に正しいこと。
私たちは知ってほしい。生理と上手に付き合えば大好きなスポーツをもっと楽しめるということ、あなたの可能性がもっと広がるということ、未来ある選手たちのために1252プロジェクト生理を知ればスポーツはもっと面白いということを考えながら私たちやっております。はい、まあ、リーダーとして私元競泳選手でして、このスポーツを止めるの理事もやっています伊藤花恵と申します。そして3度監修に関しましては東大病院の野瀬沙耶香先生と一緒にやっていますし、その他にもたくさんのアスリート、その他にも本当にたくさんの先生方にもご協力いただいております。まあ、1252プロジェクトの取り組みとしましてはこの4つがありまして、まあ、講義をしたりですね、学校さんだったり部活動単位でもやってますし、まあ、あと実態調査も行いました。後ほど発表させていただきますが、またはトップアスリートとの対談体験談コンテンツをやっております。まあ、あとはですねこの医療専門家という1252教育コンテンツっていうこともまた後ほど説明したいと思います。これが1のですねスポーツのセミナーをやりました。はい、この様子です。みんな結構楽しくやっていただきました。まあ、こちらがアンケートでして 67.5% の学生がですね月経周期とスポーツにおける体のコンディションに関連があると言っているにもかかわらず、まあ実際は特別な対策を何もしていないというのは 63.4% 答えています。必要であるのに対策をしていないということを私たちもとてもびっくりしました。そしてこの ③ ですけども、トークアップ1252ということでトップアスリートと私がちょっと対談をしまして、経験談を話していただいてます。一人も何も問題がなかったという選手があまりいなくてですね、私もびっくりはしているんですけども、ぜひ皆さんも拝聴していただければというふうに思っています。そして最後にですね、私たち3月1日にトークアップ1252からですね1252プレイブックというインスタグラムでの教材を開発しましたので、ぜひこちらも皆さん見ていただけるとありがたいなと思います。ありがとうございました。あとですね、我々1252プロジェクトがすごく大事にしているのは、これジェンダーに関係なく事業とか情報発信しています。伊藤と私でよく登壇するんですけども、これ女性のために女性だけが知ってればいいって問題じゃないんですね。男性の指導者がすごく多いですよね。でそれによって理解されないと思って声を上げられない女子学生多いです。もちろんその奥様だったりお子さんだったり家族の中にね、自分とは違うジェンダーの方がいる、そういうことを考えるとですね、実はみんなが知らなきゃいけないんですね。特に僕らなんで 10代女子学生に対してやってるかっていうと、それを知ることで骨の成長みたいなこともやっぱ10代の時にはすごく大事になるんですけど、こういうことを知らないとですね、どうしてもですねパフォーマンスだけじゃなくてスポーツ終わった後にもすごく影響してきてしまうので、そこに焦点を当てて活動しています。すいません、長いこと。以上で活動説明になります。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さん、真上さん、ありがとうございます。それでは贈賞に移らせていただきます。先ほどのアクセラレーションピッチに引き続き、プレゼンターはスポーツ庁室伏浩二長官に行っていただきます。室伏長官、どうぞステージへお越しください。お二人もどうぞステージ中央にお願いします。それでは賞状を授与させていただきます。室伏長官、お願いいたします。はい、はい、イノベーションリーグ2021コンテストソーシャルインパクト賞1252プロジェクト一般社団法人スポーツを止めるな暨連の取り組みは、スポーツが持つ社会課題解決力を強く示すものであり、イノベーションリーグ2021コンテストにおいてソーシャルインパクト賞に選出されましたので、ここに表彰いたします。令和4年3月14日スポーツ庁長官室伏浩二、おめでとうございます。では続いてトロフィーの授与を行わせていただきます。それでは皆様でお写真を撮らせていただきますので、お三方でお願いいたします。ぜひ、はい、はい、ありがとうございます。見事受賞されました。今のお気持ちをお聞かせください。
この活動まだ始めて1年なんですけども、非常に注目いただいて大変光栄です。でもそれだけすごい課題が深いんだなと思ってますんで、この活動地道に重ねていきたいなというふうに思ってますんで、またこの会場に来てくださっている皆様、スポーツ界すごく関わり深い方だと思います。でこの課題はすごく皆さんにとって関係ある課題だと思いますので、ぜひいろんな形でですねコラボレーションさせていただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。本当におめでとうございます。それでは皆様どうぞお席へお戻りください。それでは続きまして、アクティベーション賞の発表です。アクティベーション賞はスポンサーシップの新しい形、スポンサーシップを先進的方法で企業ブランドの向上やビジネスの拡大に活用している取り組みを表彰します。それではアクティベーション賞ファイナリストを発表します。まずは株式会社オオカミ、応募プロジェクト名はプレイヤー、コロナ禍における企業スポーツ応援の DX。 続いて株式会社ガンバ大阪、応募プロジェクト名はガンバ大阪サッカービジネスアカデミー。そして株式会社 DNA、 応募プロジェクト名はプレイバックナイン。以上の3社です。この中で見事アクティベーション賞に選ばれたのは、株式会社オオカミ、プレイヤー、コロナ禍における企業スポーツ応援の DX です。おめでとうございます。それでは株式会社オオカミの田中さんにご登場いただきましょう。どうぞステージまでお越しください。この度はおめでとうございます。ありがとうございます。では早速ですが、3分間で取り組み内容をプレゼンテーションいただきましょう。田中さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。プレイヤーの田中と申します。昨年に続き名誉ある素敵なこの賞をいただけて、社内一同大変嬉しく思っております。思えばこの1年、僕自身とても早かったなと感じているのですが、プレイヤー自体は変わらず、連携するチーム数を増やしながら日本中の試合を可視化することを目標に、選手や OB、 保護者の方々までスポーツの試合を応援できるコミュニティを作りながら成長を続けてきております。そんな中、プレイヤーは企業スポーツの応援を通したオリンピックレガシーを残し、昨年から新しく企業スポーツを支える施策を多く展開できました。社会的には実業団を存続させる難しさや、アスリートを雇用したり企業スポーツ自体の意義が問われる中、まだまだコロナ禍でオフィスで集まってのパブリックビューイングや現地での応援が制限され、これまで実施されていた応援ツアーを組みにくい中、その代替としてプレイヤーの限定公開機能を活用して社内限定のオンライン応援できる場を提供し、このような掲載させていただいている各社様と素晴らしい事例を多く作ることができました。例えば女子の実業団の駅伝の大会クイーンズ駅伝や、1年延期になり開催された東京オリンピック・パラリンピックや、さらには直近の北京オリンピックまで、全国にいらっしゃる支店・支社の方々がプレイヤーを介してデジタル上で集まれるようになり、これまで埋もれていた感動を共有できる場として大いにご活用いただきました。特に僕が印象的だったのは、ゴールシーンやメダル獲得の場面でご一緒に本施策を準備していた担当者の方の涙が止まらず、多数の感動的なコメントやひっきりなしにスタンプがプレイヤー上に飛び交いました。プレイヤーをこれまで作ってきて、感動あふれる素晴らしい使い方をクライアントにしていただいて本当に良かったなと感謝感激でした。各社様のインナー向けの内容なので、広く公表はしにくいかなと正直思っていたのですが、これまで実施させていただき、プレイヤーを使って企業スポーツの課題を解決をできるシーンがまだまだ他にもたくさんあるのではないかと思い、今回応募し、自信を持って今日この場でも披露させていただきました。皆さんのお手元の冊子に、同封しているこのチラシに案内を載せておりますので、少しでも興味持っていただいた方にはぜひお問い合わせいただき、また今日僕以外にも弊社の人間が何人か来ておりますので、ぜひこの後、お声掛けいただきご挨拶させてください。最後に、たまたま今日はホワイトデーですが、
先月からプレイヤーホワイトと名付けておりますチーム向けの公式アプリを作るチャレンジも始めております。ただいま3月末まで特別な初回キャンペーンもやらせていただいておりますので、こちらももし興味関心持っていただけるチームがいらっしゃいましたら、ぜひ お問い合わせいただけると嬉しいです。以上です。プレイヤーでした。ありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。それでは同賞に移らせていただきます。室伏長官、どうぞステージへお願いいたします。そしてチームメンバーの狼須藤さんもどうぞステージにお上がりください。それでは賞状を授与させていただきます。室伏長官、お願いいたします。イノベーションリーグ2021コンテストアクティベーション賞プレイヤー、コロナ禍における企業スポーツ応援の DX 株式会社オオカミ、貴殿の取り組みはスポンサーシップの新しい形を示すものであり、イノベーションリーグ2021コンテストにおいてアクティベーション賞に選出されましたので、ここに表彰いたします。令和4年3月14日スポーツ省長官室伏広治、おめでとうございます。では続いてトロフィーの授与を行わせていただきます。それではお三方でお写真を撮らせていただきますので、よろしくお願いします。では見事受賞されました、今のお気持ちをお聞かせください。はい、この度はありがとうございます。狼プレイヤーから参りました須藤と申します。スポーツと言いますとどうしてもプロの、領域、それから、学生さんが中心になることがあるかなと、多いかなと思います。私たちが注目しているのは、大人になっても、スポーツに熱狂する大人たち、それから企業で、スポーツを支えてくださっている皆さんと盛り上げる熱狂というお時間でした。この度は、栄えある賞をいただきましてありがとうございました。おめでとうございます。私もいつもプレイヤーさんにお世話になってます。ありがとうございます。本当におめでとうございます。ではお二人ともお席をお戻りください。ありがとうございます。それでは続きましてはパイオニア賞の発表です。パイオニア賞はコロナの影響で発生したさまざまな変化に適応し、困難を乗り越えるために行った取り組みを表彰します。意義あるチャレンジ、ナイストライを称えます。それではパイオニア賞ファイナリストを発表します。まずは株式会社 NTT スポルティクト、応募プロジェクト名は AI スポーツ映像配信ソリューションスタジアムチューブによる地域アマチュアスポーツの活性化。続いて株式会社ソノリゴ、応募プロジェクト名は新しい文化体験を提供する月額制のサービスソノリゴ。そして国立大学法人筑波大学アスレチックデパートメント、応募プロジェクト名は筑波大学アスレチックデパートメント。以上の3社です。この中で見事パイオニア賞に選ばれたのは、国立大学法人筑波大学アスレチックデパートメントです。おめでとうございます。それでは筑波大学アスレチックデパートメントの城間さんにご登場いただきましょう。どうぞステージまでお越しください。この度はおめでとうございます。ありがとうございます。それでは早速ですが3分間で取り組み内容についてプレゼンテーションいただきましょう。城間さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。
ご紹介に預かりました筑波大学アスレチックデパートメントの城間と申します。本日は筑波大学アスレチックデパートメントの取り組みを3分間でということで、少し早口になってしまいますが、頑張って伝えてお伝えしていきたいと思います。はい、ではまず皆さんこちらの動画をご覧ください。こちらはウィスコンシン大学のホームゲームの様子です。そして皆さんも今この会場にいることを想像してみてください。そこには大学生や OBOG、 地域の子どもたちや家族が集まった満員の会場、試合に出る学生アスリートは応援されることでさらなる力を発揮、観客は学生アスリートのプレーから勇気と活力をもらい、さらに会場ではたくさんの交流が生まれます。学生の成長、地域の活性化を大学スポーツが担うことができる。筑波大学は大学スポーツの大きな可能性を信じています。そしてそのような未来を作るための取り組みを全国に先駆けてスタート、この取り組みを担っている組織が筑波大学アスレチックデパートメントです。我々は取り組みを始めるにあたり、日本の大学スポーツが発展するためには何が必要なのか、学校スポーツが最も発展している国アメリカの大学と共同研究を開始しました。研究を通して大学スポーツの発展にはこの3つの軸が重要であることが明らかになりました。1つは大学のスポーツ活動を大学のプログラムとして大学が意思を持って運営するということです。安心安全を担保するための対策や学生アスリートの人材育成など大学が責任を持って運営を行います。2つ目はこれまでのようにただ試合に出るためのスポーツ活動ではなく、さまざまな場面でスポーツを活用し、スポーツの価値を最大限に創出することで資源の循環を生み出して、社会だけでなく学内、そして学生アスリートに還元することです。地域の部活動支援、スポーツ教室、お祭りへの参加やウェブでのコンテンツ配信など、大学スポーツができることは数えきれないほどにあります。3つ目はこのような筑波大学の取り組みを筑波大学の中だけでとどめるのではなく、全国の学校に展開し、日本の学校スポーツの発展に貢献することです。筑波大学ではこれまでこの3つの軸に対する取り組みを実施してきました。その結果、学生アスリートのウェルビーイングも向上し、大きな成果を上げています。またご存知の通り、現在中学校高校における部活動の問題が顕在化しており、我々の取り組みが学校スポーツにおける最先端の事例として全国から注目を集めています。本日皆様にも配布させていただいておりますが、黄色の資料になります。私たちは学校スポーツの議題に特化したジャーナルを発行、全国の学校に展開することで大学だけでなく日本の学校スポーツの問題解決にも取り組んでいます。以上のように筑波大学アスレチックデパートメントは学校スポーツ改革のフロントランナーとして、スポーツで活気あふれる未来に向けて今後も挑戦を続けてまいります。以上になります。ありがとうございます。城間さん、ありがとうございました。それでは贈賞に移らせていただきます。室伏長官、どうぞステージへお願いいたします。そして筑波大学のマスコットキャラクター、小泉くんも一緒に登壇したいとのことで会場に来てくれています。小泉くんもステージの中央にどうぞ。皆さん拍手で迎えてください。それでは賞状を授与させていただきます。室伏長官、お願いいたします。イノベーションリーグ2021コンテスト、パイオニア賞、筑波大学アスレティックデパートメント、国立大学法人筑波大学アスレティックデパートメント。貴殿の取り組みはスポーツが持つ未来を作り出す力を示すものであり、イノベーションリーグ2021コンテストにおいてパイオニア賞に選出されましたので、ここに表彰いたします。令和4年3月14日スポーツ庁長官、室伏広治、おめでとうございます。では続いてトロフィーの授与を行わせていただきます。
小泉君受け取れますか。それではそのままお写真を撮らせていただきますので、そのままでお願いいたします。それでは見事受賞されました、今のお気持ちをお聞かせください。はい、筑波大学アスレチックデパートメントがこのような素敵な賞をいただけたこと大変光栄でございます。先ほどのプレゼンテーションでもお話ししましたように、我々は筑波大学スポーツの発展のためではなく、日本の学校スポーツの発展を目指していろいろな取り組みを行っております。本日配布させていただいた資料の中にも、これからの未来の学校スポーツを作るための取り組みだったり、いろいろなイベント情報も配布させていただいております。来週23日には室伏長官もご登壇いただくイマチャレコンベンションというイベントも開催いたしますので、ぜひご興味を持たれ、ご興味持たれる方は、申し込みいただき、皆さんで一緒に、日本の学校スポーツの未来を作っていけたらと思います。本日はありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。それでは皆様お席にお戻りください。そして最後は本コンテストの大賞となりますイノベーションリーグ大賞です。イノベーションリーグ大賞はスポーツビジネスにイノベーションを生み出している取り組み、スポーツを活用してビジネスにイノベーションを生み出している取り組みなど、スポーツが持つ産業拡張力を強く感じさせる事例を表彰します。それではイノベーションリーグ大賞ファイナリストを発表します。まずは株式会社 NTT スポルティクト、応募プロジェクト名はAI スポーツ映像配信ソリューションスタジアムチューブによる地域アマチュアスポーツの活性化。続いて Google、 応募プロジェクト名はプロジェクトガイドライン。そして株式会社 DNA、 応募プロジェクト名はプレイバックナイン。以上の3社です。この中で見事イノベーションリーグ大賞に選ばれたのは Google プロジェクトガイドラインです。おめでとうございます。それではGoogleの田丸さん、湯川さんにご登場いただきましょう。どうぞステージまでお越しください。この度はおめでとうございます。では早速3分間で取り組み内容をプレゼンテーションお願いいたします。田丸さん、湯川さん、よろしくお願いいたします。お願いします。皆さんこんばんは。Google の田丸と申します。本日はこのような機会をいただきありがとうございます。それではプロジェクトガイドラインについてのご説明をさせていただきたいと思います。Google は誰もが輝ける社会を実現するためにデジタルの力でできることを考え続けています。自分一人で思うままに自由に走り回りたい、目の見える人には当然のように思えることですが、私たち視覚障害者にとっては夢のような話です。プロジェクトガイドラインは AI を活用して視覚障害のあるランナーが自由に走れるようになることを目指す Google の研究プロジェクトです。プロジェクトと日本における最初のパートナーとの挑戦をまとめた動画がございますのでご覧ください。ガイドライン、 Google リサーチ、砂浜の中の一本道を男性が走っている。三園正光と申します。今43歳で全盲です。生まれつき先天性緑内障という病があって、学生の頃に
陸上をやっていて、大人になってからマラソンをまた始めました。プロジェクトガイドラインはアメリカで始まったプロジェクトです。マシンラーニングを使った画像解析技術によって地面にある線を認識して、その線から比べて右にずれているか左にずれているかというのを音のフィードバックによってお知らせするという、そういった技術になっています。これ今合ってる、右それてる。テクノロジーでマラソンがより楽しめるようになるのなら試してみたいなと。面白いな。いや面白い。朝目が覚めた瞬間にもう何も準備しないでランニングシューズだけ履いてそのまま走り出したい。三園さんの白い T シャツの後ろ姿、背後の空に朝日が顔を覗かせる。黄色いラインの上を走っていく三園さん、骨伝導イヤホンとスマートフォンをつけたベルトを装着している。あ気持ちいいわ。いや全力でも走れとは思ってもいませんでしたけど。人生は絶えず苦労の連続、いくら道が暗くても一歩ずつ前進してみることが大切だと思います。目が見えなくても一人で生きていくための挑戦を続けたいです。三園正光。はい、ありがとうございます。昨年8月にはこのテクノロジーを大会組織委員会に提供してて、東京パラリンピック開会式で視覚障害のあるダンサーのパフォーマンスにも使用させていただきました。今後も私たちのような視覚障害のある Google の社員に加えて、視覚障害のコミュニティやパラアスリートの方々など多くの当事者に開発の過程に参加していただきながら、テクノロジーの改良とユーザー体験の向上に取り組んでいきたいと思っています。本日はこのような機会をいただきありがとうございました。田丸さん、湯川さん、ありがとうございました。それでは贈賞に移らせていただきます。室伏長官、どうぞステージまでお願いいたします。そして Google のチームメンバーの皆様もどうぞステージにお上がりください。それでは賞状を授与させていただきます。室伏長官、お願いいたします。イノベーションリーグ2021コンテスト、イノベーションリーグ大賞、プロジェクトガイドライン Google。 貴殿の取り組みはスポーツが持つイノベーション創出の力を証明するものであり、イノベーションリーグ2021コンテストにおいてイノベーションリーグ大賞に選出されましたので、ここに表彰いたします。令和4年3月14日スポーツ庁長官、室伏広治、おめでとうございます。では続いてトロフィーの授与を行わせていただきます。それでは皆様でお写真を撮らせていただきますので、お三方もどうぞ前に。ありがとうございます。では見事受賞されました、今のお気持ちをお聞かせいただけますか。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
このプロジェクトまだスタートラインに立ったばかりです。で本当に当事者の方々からいろんなことを学びがあって、でまだどういうふうにこのテクノロジーが本当に役立つかどうかっていうの体験会をどん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 進めていきたいと思ってます。なのでいろんな方々の協力を得て、で、ま、このテクノロジーをさらに多くの人たちに体験していただきたいと思います。この賞もさらに力して進めていきたいと思いますので、本日はありがとうございました。おめでとうございます。本当に大賞にふさわしい素晴らしいプロジェクトです。これからも応援しております。それでは Google の皆様はどうぞお席へお戻りください。贈賞は以上で終了となります。スポーツの賞というとスポーツ自体の取り組みかと思いましたが、受賞したプロジェクトはすべてスポーツと何かを掛け合わせて領域を拡張しているものばかりでした。まさにスポーツが持つ領域拡張力を示す事例だったかと思います。それでは室伏長官よりコンテストの総括を頂戴できればと思います。室伏長官よろしくお願いいたします。はい、素晴らしいプレゼン、そしてまた賞を、私も表彰させていただきましたけども、本当素晴らしい内容でした。本当にありがとうございます。じゃあ一つずつ、感想になりますけどもお話しさせていただきます。まず、1252プロジェクトさんソーシャルインパクト賞ということで、私のオリンピアン同僚の井戸さんと、最上さんとプレゼンしていただきました。まあ、男性が加わっているところが良かったなっていうところまず一つポイントだったと思いますけども、まあ、アスリートっていうのはですね、何月何日に試合をやるっていうことで、まあ、一応決まってはいるんですけども、自分に合わせてくれるわけではなくて、その日にみんな合わせなきゃいけないというそういう性質がありますので、そういう中で女性が抱えている問題であったり生理だったりとかに焦点を当てて、今まであまり注目されてこなかった指導の中でもですね、そういったものは何か隅に置いてたようなところをあえて、まあ、大変重要なんだよっていうことをアスリートの仲間や関係者が揃ってですね、新しい雰囲気を作っていこう、大変素晴らしい活動だと思います。これによってまたさらに女性アスリートがですね、活躍する場が広がってくるんではないかと。コンディショニングの中でに、まあ、当たり前ですけど食事をする、トレーニングする、食事をする、睡眠とる、まあ、っていうものの中のリズムの中にこういった女性の特有のそういった生理のことを定義みんなに共有してですね、より、これがまた競技力向上にもつながってくるかと思います。本当に素晴らしい取り組みだと思います。大神さんも2回目ということで、昨年来られた方は来られてない方も何え、あこっちにいる、あいますね隠れて、またおめでとうございます。日本のスポーツはですね、先ほど、まあ、筑波のプロジェクトもありますけども、企業スポーツに支えられている珍しい国だと思います。これだけ企業がスポーツを抱えて取り組んでいる国はどこにもないんじゃないかなっていう意味で、でもそれを抱える意義というのはやはり社員の皆さんが本当にね、自分の同僚が頑張ってる姿を見たり、さらにそういうファンエンゲージメントをしていくことで、あもっと頑張りたいな、会社に貢献したいなとか、この会社にいて本当によかったなということをスポーツを通じて感じていただき、それが日本経済の支えにもなる、まあ、というところになると思いますので、大変素晴らしい、取り組みだというふうに思いました。パイオニア賞、筑波大学アスレティックデパートメントさんですけども、まあ、大学の中でスポーツの位置づけっていうのはどういうところにあるのか、大学によってさまざまなところがあるのが現状だと思います。そういう中で本当にスポーツを中核にしてですね、これまでスポーツはなんか競技力あるスポーツができる人だけがやっているみたいなところがあったんですけども、今おっしゃったようにアスレティックデパートメント、
地域社会であったり広く社会に貢献するべくスポーツの姿っていうものも、体現していこうという中に大学もそれを本当に中核に置いてスポーツを中核に置いてまた取り組んでいくという意味では、ぜひ、この筑波大学アスレティックデパートメントの今後の、また成果もですね期待したいなというふうに思っております。そして最後もう非常に私はもう感動を覚えましたけど皆さんもそうだと思いますけども、視覚障害を持った方がまたスポーツをする喜びですをまた皆さんもスポーツをする時の喜びってあるかもと思いますけども、まあ、そういうものところが視覚障害があったがためにそういう方が喜びを得られないっていうのは本当残念なことでこれを解決するべく視覚障害を持った方も、一人で、汗を流して運動して、10キロですか10キロっていう距離ですけども走り切ったというのは、相当感動されたんじゃないかなって一人で、っていう意味では本当にスポーツ界発展そのものの賞であったんじゃないかなと思います。また何度もお名前申し上げて申し訳ないですけども、まあ、片山チェアの顔を見て自転車とか他のものにもねきっと、まあ、自転車どうかあれですけど他のスポーツだったり他の、日本全国行くと夜道が暗いところとかあったり通学とかですねさまざまなところでまたスポーツや他の部分でも使われているような可能性があるのかなということで可能性もすごく感じました。本当に素晴らしい、対象として素晴らしい本当に取り組みだったと思います。おめでとうございます。室伏長官ありがとうございました。それでは最後にスポーツテック東京中島およびスポーツ庁室伏長官より本日の全体総括と閉会のご挨拶を頂戴いたします。ではまずは中島さんよろしくお願いいたします。はい、皆さん今日はどうもお疲れ様です。イノベーションリーグのデモデイ、私たちが最初に申し上げましたスポーツの拡張スポーツビジネスの拡張、社会課題への対応こういったことのですね、具体的な事例実践ということが、皆さんに、伝わったとしたら大変幸運な、幸福なことだと思っております。社会課題と申しましても漠然としたことを、お題目として取り上げるのではなく今日のようにですね、具体的にどういうふうに変革していくかっていうフロントランナーの方々そしてスポーツを変革していくということを取り組むビジネスを変えていくという取り組みをですねやっている皆様と、さらにですね、広めていくイノベーションリーグこのリーグを大きくしていくということを取り組んでいけたらなというふうに思っております。最後にですね、本プログラムに関わってくださったスポーツの皆様、ジャパンサイクルリーグの皆様フェンシング協会の皆様スポンサーサポーターの皆様、審査員メンターの皆様そして、アクセラレーションに関わった、参加くださった皆様コンテストに応募参加くださった皆様に対して厚く御礼申し上げてさらなる、イノベーション、スポーツオープンイノベーションプラットフォームの拡大を目指していきたいと思っています。本日はどうもありがとうございました。中島さんありがとうございました。では続きまして室伏長官よろしくお願いします。改めまして、長時間にわたりご参加いただきましてありがとうございました。このイノベーションリーグは昨年度に続きまして2回目の開催となりました。皆さん今回も楽しんでいただけましたでしょうか。オンラインでも参加されている方はいないですけど、ね、すいません会場には、昨年よりも2倍か3倍ぐらいの会場にはおられるのかなって感じがいたしますけども、アクセラレーションでは日本フェンシング協会とジャパンサイクルリーグともにそれぞれが課題解決に向けた新たな取り組みについて発表していただきました。オミクロン株が猛威を振るう中それでも検討や実証を重ねてここまで来られたことは大変素晴らしいことだと思います。
本日の成果発表を一つの通過点として今後実装に向けて事業を加速していただき、スポーツビジネスのさらなる拡張にを進めていただくことを期待しております。またコンテストで受賞されました4団体の皆様、改めましておめでとうございます。今年度もこのコンテストには多くの応募がありました。受賞された取り組みはもちろん、惜しくも受賞を逃した取り組みも、 VR 技術を使ってた、パラスポーツの疑似体験ができる取り組みであったり、AI カメラを活用して低コストでアマチュアスポーツの映像配信を実現した取り組みなど、素晴らしい取り組みが、たくさんありました。引き続きスポーツの可能性を広げる取り組みを進めていただきたく期待しております。スポーツは現在新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けておりますので、そこに注目が集まりがちですけども、スポーツを取り巻く環境の変化はそれにとどまりません。少子高齢化、運動する場所の機会の減少などが進み、その一方で DX 化の進展であったり、 SDGs への関心の拡大、海外との関係拡大などポジティブな面も多く進展しているかと思います。そのような状況の中、スポーツの多様な価値を活用することは他産業にとっても課題解決やマーケティング面で非常に有用ですので、ぜひスポーツ団体との連携等を通じてスポーツを活用していただきまして、ビジネスに生かしていただきたいというふうに思います。またスポーツ団体はこれからの動向を迅速に捉えまして、スポンサーやファンなどに対して自らの価値を向上させ、他産業の力を活用し、経営のイノベーション、サービスのイノベーション等に挑戦していくことが極めて重要であると思います。スポーツ庁はその挑戦を今後も応援させていただきたいというふうに思っております。このスポーツオープンイノベーションに向けた取り組みは来年度も実施いたします。本日ご参加の皆様の中でソイップに興味を持たれた方、新しいスポーツビジネスに挑戦したい方がいらっしゃれば、ぜひとも受け付けたいと思いますので、意欲と情熱のある積極的なご参加お待ちしております。最後に、オープニングでスポーツ庁次長からもお話がありましたけども、スポーツ庁は今月下旬に第3期スポーツ基本計画を公表する予定になっております。今後5年間にわたる施策を策定した重要な計画ですので、ぜひこちらもたくさん文章が書いてあるものではありますけども、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。その中でもこの皆さんに関わりますスポーツオープンイノベーションの取り組みは、スポーツの成長産業化のための施策として位置づけられております。我々の取り組みと本日ご参加いただいている皆様のご活躍が、我が国のスポーツ産業活性化の契機となることを記念いたしまして、私からのクロージングの挨拶とさせていただきます。本当に素晴らしい会になりました。皆さん、おめでとうございます。そしてありがとうございました。室伏長官、ありがとうございました。本日のプログラムは以上となります。長時間にわたりご参加いただき誠にありがとうございました。